5月と6月の予定のチラシをコピーしてつけておきました。で来月5月24日ですが、高島さんって、琉球大学の名誉教授でもうリタイアして杉並の方に帰っておられるんですが、高島さんにですね、教育のお話をしていただく。テーマはですね、日本国憲法と主権者教育ということで、皆さんご承知のとおりと思いますが、第一次安倍政権2006年かな、教育基本法が改悪をされているんです。あれ以降ですね、雪崩を打つように日本の教育がおかしくなってきているということで、非常に危機感を持っているんですけれど、その教育に非常にお詳しい高島さんにお話をしていただく。琉球大学に行かれる前はですね、東京教育大学附属のですね、高校で先生しておられたんで、教育現場にも非常に詳しいお方ですね。で今もう第一線で日本の教科書を守るですね、大変な活躍をされておられる先生ですので、ぜひご興味と時間が許せばお見込みになってください。それから6月24日ですね、6月はですね、北海道の西尾正道さんという、この方はですね、大学病院から国立病院なんとかなんとか法人とかいう国立の病院のですね、院長先生で、いわゆるがん治療ですね、セシウムの針をですね、がんに突き刺して、そのがんを退治するっていうですね、非常に珍しいというか、非常に貴重な治療をやっておられた現場のですね、臨床医さんですね。で、リタイアされるときはその病院の院長をおやりになっていたので、医療政策にも非常に詳しいということで、一応医療現場から見たですね、日本の医療政策と厚生労働省のやってることにどういう問題があるのか、非常に珍しいお話をしていただこうかなというのがあっております。それが6月ですね。で7月はですね、今ちょっとお願いしているところなんですけど、金子先生、ちょうど1年前にここでまたやっていただいたんですが、同じくやっていただこうかな。でテーマは一応日本経済再生の道っていう、そういうテーマでお願いしております。よかったらまたお願いします。それから、同じ7月30の月末ですけど、川崎陽子さんという方ですね。この方はドイツにおられるジャーナリストの方だったと思いますけど、非常に向こうのですね、原子力村、向こうは原子力村と言わないで国際原子力ロビーという意味ですよね。その事情にお詳しいので、ヨーロッパのその原子力ロビーの事情なんかをお話ししていただこうかなというふうに思っています。私は原子力ロビーと言わずもマフィアって言ってるんですけど、で実は後でちょっとお話ししますけれど、日本へ乗り込んできましてですね、この原子力マフィアという人にしまして、それで今何をやっとるかというとですね、福島県で行われている子どもの甲状腺検査をですね、潰そうとしているんですよ。でそれは後でちょっと申し上げたいと思います。でその後ですね、ここに書いているようなことをですね、冬にかけて今ずっと講師にお願いをしているところです。例えばダムとか線行線について島津さんとお話していただこうかなと思いますね。それから食の安全の表示について安田さんにお話していただこうかなとかですね。から TPP11 日曜 EPA について、これは内田翔吾さんにお話していただこうかなとか、今講師さんに当たっているところですので、固まったらメールグリストを通じて皆さんにお知らせしていただければと思います。それからですね、今申し上げているような講演会、勉強会とは違う形で少人数の読書会とかいうのをやろうかなと思って1ヶ月ぐらい前にちょっとメールグリストで声かけてみたんですけど、まだですね、6人しかいらっしゃらないんで、あとお二人参加してもいいという方が現れたらやろうかなと思ってます。でテーマはですね、民主党政権失敗の言及というこういう本が中古新書にあるみたいですね。で書いてる人はですね、朝日新聞に行った船橋陽一さんとか、それから上智大学 の中野浩一さんもお書きになってるみたいなんです。だからちょっとこの本をですね、読み合わせするっていう形で本編小さな勉強会をしたいなと思ってます。もし参加してもいいよっておっしゃる方おられましたら、ちょっと私に声をかけていただいて、私に電話番号かメールアドレスを教えていただくという、そういう形をしたいと思います。大体その著書の紹介をちょっとしておきます。で広瀬さんからはですね、この講演をお願いした時に、ここに書いてあるよっておっしゃったのがこれなんです。文明開化は長崎から、でこれ上下に分かれています。で私チラチラまだ読んでないんですけど、チラチラと中見ると、どうも江戸時代の末期に
まあ、日本の教科書とかマスコミ等が言ってるのとは違う本当の日本のその近世、江戸時代末期から明治にかけての出来事、人物のこと、そういうのが書いてあるようです。それからもう一つですね、これは僕読みましたので、実はこれ三分冊になっていて、一つがですね幕末維新編ですね。それからその次がですね、国家狂乱編、それから最後がですね戦後復興編とこうなってます。この持ち丸長者って何のことかというと大金持ちのことなんです。だから戦前で言えば財閥ってことになりますね。これですね、私も読んだんですけど抜群に面白い、抜群に面白い。それで皆さんの世界観がひょっとすると変わるかもしれません。いかにですね日本の教科書や日本のその主流のっていうかね、大学にいる教授たちが言ってることが大嘘かということがよくわかる。大河ドラマを見て感動してるようではもう終わりだな、そういうあのそれはあの何て言うんですか、理屈じゃなくてこれを読むことによって真実を知ることによってよくわかるって、そういう本です。だから抜群に面白いです。ぜひぜひ読みたい。でもう一つ最後にですね、こっちはですね日本史じゃないんです。赤い盾ロスチャイルドです。なんかドイツ語読みするとロートシルクっていうらしいんですけど、ロスチャイルドの謎っていうこういう本ですね。これ1990年の初め頃に出た本なんですけど、今も文庫本になってると思います。でこれ今上下に分かれていて、確かですね17世紀ぐらいにロスチャイルド家っていうのがですね歴史上に現れてきて、それ以降ですね世界の歴史のですね、まあ、背後にいるというかですね、水面下にいてですねどういうことをやっていたのか。でそのロスチャイルドって、ロスチャイルド家っていうのはですね、その直系の家だけじゃなくて、実は結婚を通じて姻戚関係をですねこの網の目のように、こうなんですかね、巡らしてるわけですね。でそのロスチャイルドのファミリーがですね世界史をこう、まあ、展開していく中でどういうことをやってきたのかっていうのですね、これまたですね抜群に面白い。私実はこれのまだ3分の2から4分の3ぐらいしか読んでないんですけど、まあ、とにかくですね数ページ読むと人の名前がですね50以上出てきて、容易じゃないんですけど覚えていくのがね。だからロシアの小説どころじゃないんですけれど、これも非常に面白いので、実はこの講演が終わった後、今度こっちのですね講演も広瀬さんにお願いしようかなと今ちょっとないない思っていると思います。まあ、一応その3作をご紹介しております。でいずれも原発の話じゃなくて歴史の話ですね。まあ、そんなことです。それからですね最後に、私から最後にですねちょっと福島のお話、何が言いたいかっていうとですね、福島県で、まあ、2012年以降進められてきた子どもの甲状腺のがんの検査をですねこれを潰そうとしていると、寄ってたがって潰そうとしているということです。で潰すといってもですね、実はやめてしまうのではなくて、検査そのものは縮小しながらですねやっていくんですけれど、狙いがどこにあるかというと、疫学的な意味がですね意味付けができないように、つまり疫学的な意味付けができないという意味はですね、子どもの甲状腺がんの多発が放射能の影響であるということが科学的に立証できないような検査として、まあ言ってみればですね、各国脱退してっていうかね、変質させながらやっていく、そういう検査に変えようとしています。でその典型がですね、学校での健康診断で甲状腺検査をやめるって言ってるわけです。これが一番問題なんです。で実は疫学的なですね意味を持たせようとすると、できる限り疾患的な、つまり全ての子どもたちに等しく検査をしていくっていうですね、そういう形を取らないといけない。ただ現代社会はですね強制社会ではありませんから、それはあの強制することはできませんよね。いわゆるまあ従軍慰安婦の強制連行ではありませんが、そんなことはできないし、だけど親御さんをこの検査 その重要性を訴えてですね、子どもさんを早くがんになってないかどうか検査をして、しかも今回のこの甲状腺の多発が放射能の影響かどうかをですね、科学的に見極めるためにもですね、この検査は大事なんだということをですね、理解を得ながらですね、できるだけ多くの子どもたちに受けてもらう、そういう検査でなければいけないわけですけど、それをひっくり返そうとしている人たちがいるということなんですね。で簡単にちょっと申し上げておきますと、この検査はですね、子どもの人権を侵害するようなものだっていうとんでもないことを言ってるわけです。でその一つがですね、スクリーニング効果でたくさんの子どもたちのがんが発見されているだけだと、こういう言い方をしています。で今ですね、
子どもたちの、その甲状腺がんになった子どもたちの人数はですね、表に出ているもので196人で、しかし福島の原発の事故が ある前のですね、その子どもの甲状腺がんというと100万人にですね、2人とか3人、そんなレベルです。でも30万人ぐらいの福島の子どもたちを調べて200人もですね、見つかっているというのはですね、これはもう異常な事態だというふうに言わざるを得ないんですよね。でその異常な事態を実はまあ認めているんですけど、その異常な事態が起きた原因は何かというと、それは子どもたちを一斉に、たくさんの子どもたちを一斉に調べたから、それをスクリーニングって言うんですね。たくさんの子どもたちを一斉に調べることをスクリーニングって言うんですけど、そういうことをやったからたくさん見つかっただけの話、こういうことを言うんです。しかしです、まあ、僕そこに書いていますけど、しかしもしそうだとすると、もうあの甲状腺の検査って1巡目が終わり、2巡目が終わり、今3巡目に入ってるんですけどね。もしスクリーニング効果だったら1巡目でバーッと見つかって2巡目以降はもうほとんど見つからないわけです。ところがですね、2巡目もですね、何十人と見つかってるわけですね。だからもうスクリーン効果っていうのはですね、ありえない、科学的に見てありえない話です。で一般的に言われているのは、スクリーン効果っていうのはですね、大体数倍程度、通常で見つかる、つまり100万人に2、3人ぐらいの数倍、つまりまあ多くても10人とか15人とかですね、100万人にですよ。だから30万人でいうとその3分の1ぐらい、それぐらいの人数だったらスクリーニング効果ということが言えなくもないんですけど、こんな人数で発見されるとですね、でもとても言えない、そういうことで、だから彼らが言ってるスクリーニング効果説というのはまだ破綻している。二つ目はですね、これが一番けしからんのですけど、過剰診断をしているんだ。要するに見つけてもしょうがないような小さながんを見つけて、がんだがんだと騒いでんだって、こういう言い方ですよ。でさらにですね、もう手術した子どもたちはこのうち160人いるんですけど、そういう子どもたちについては過剰診療だ、つまり手術をしなくてもいいようながんを取ったっていう、こういう言い方をするんです。これはですね、もうここまで来ると許せないっていう、冗談じゃないよって話です。子どもの甲状腺がんをですね、過剰診療やって取らなくてもいいのに取っちゃったっていうことであれば、これはもう160人の子どもたちは一斉にですね、人権侵害で訴えてますよね。いいのかと、それでそういう制御していいのかっていう話なんですけど、ここもまたあのうにゃ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 ってなっていて、福島県立医大がまあ手術をほとんどしているわけですけど、福島県立では決してそんなことありませんって言ってるんですね。だからまあこの2つの理由で、要するに甲状腺の検査をする意味がないという、そういうことをですね、もう言ってるんですけれど、それぞれがですね、こういう感じなんですね。で今申し上げたように、こういうまあへりくつをつけて甲状腺の検査をやる意味がない、でむしろ見つけてもしょうがないようながんを見つけてですね、で手術なんかしてるからみんな不安になっちゃってると、つまり検査、がんの検査をすることで不安に陥れてるんだから、そんなのやめた方がいいって、こういうことを言ってるんですよ。だけど甲状腺がんもがんですから、早期発見早期治療しなければ危ないんです。でしかも子供というのはですね、成長期にありますので、がん細胞も同じようにすぐに大きくなったりするんですよ。だから早期発見早期治療は大人より異常に子供には重要なんですけど、それやめたらですね、厄介なことになるというのがほとんど目に見えているということです。であの時々ですね、テレビとかマスコミに書いてあるのはですね、あの老人の、つまり50歳以上の方の甲状腺がんの場合はですね、進行が遅い場合があります。これ大人のがんもそうで、私の親父なんかも前立腺がんでしたけど、遅いんですよ、年取ってくるとね。だからそういう方については経過観察といって、まあがんのようなんだけれども、ちょっと様子見ましょうっていうのはあるんですけれどね、子供の場合はそうはいかんでしょうというのがですね、やっぱ申し上げたいことですね。それでこれ最近のことなんですけど、まあ、ご存じの方いらっしゃると思いますが、実は経過観察と言われている ことをやって、これ何かっていうと、がんの一次検査、子供のがんのですね、甲状腺がんの一次検査をやったときに、怪しいなっていう子供がですね、いらっしゃるわけですよ。その怪しいなっていう子供は経過観察っていうふうにしてですね、その後の経過をよく見ると、それでますます怪しいなってことになると、あの腺歯細胞診といって、ここにプチッと針刺して、ここからこの細胞をちょっと取ってですね、それを顕微鏡で見ながらがんかどうかっていうのをチェックするんですけど、その腺歯細胞診を、まあ、に至る、そういうその危ない子どもたちのことを経過観察って言ってるんですよね。その経過観察の子どもたちがですね、なんと2800人以上もいらっしゃるんですよ。それで
ここからこの追記はけしからんですけど、この2800人の子どもたちが、がんになったのかなってないのかっていうことはですね、トレースしてないっていうことですよね。これはですね、とんでもない話だと。危ない子どもたちが2800人もいて、その子どもたちががんになったのかなってないのかわからない、調べてもいない、こういうことを言っていてですね、そうするとこの196人というのは一体何だという話になりますよね。仮に2800人のうちですよ、これ危ない子どもたちなんで、仮に4分の1の子どもたちががんだったとすると700人です。ここだけでこの表に出てる子どもたちの 3.5 倍の子どもたちががんになっている可能性があって、もしこれ半分だったらですね、1400人の子どもたちががんになっているということになりますよね。だからこの経過観察の子どもたちをそのままですね、分かりませんと言ってですね、居直ってていいのかっていう、そういう話なんです。これは今から半年ぐらい前に明らかになって、そして問題になってるんですけど、この検査そのものを管理している監視している福島県民健康調査検討委員会というところはですね、あ、それは福島県立医大でちゃんとやってねって言って、そのまんまです。そのまんまで、県立医大は何と言ってるかというとですね、2年間かかりますと。何でかかるんだと、ふざけんなって話なんですけど、2年間かかります。それともう一つはですね、自分の大学病院でやった分はご報告できますが、それ以外の病院でやった分については知りません、こういう態度ですよ。なんかバカな話あるかと、皆さん覚えておられるか分かりませんが、2011年の直後にですね、あの騙した新一、山下俊一はですね、甲状腺学会と甲状腺関係の医学関係者にメールというか手紙を送ったんですよ。それで窓口に来た甲状腺の患者、甲状腺を見てほしいという患者は全部追い払え、そういうメールとか手紙を送ったんですよ。それの逆をやればいいんじゃないですか。甲状腺の受けに来られた方がいられたら、福島県立医大にその結果を全部報告してくださいっていう通知出すのが終わりですよね。それやらないんですよ。だからもう本当にひどいっていうしかないんですけど、まあ、ともかくですね、ひょっとすると福島県の子どもの甲状腺がんはこの200人弱の数字ではない可能性の方が高いと。しかもそれを隠蔽してろくすっぽ調べもしないでですね、闇から闇に消そうとしているような様子が浮かばれると、そういうことなんです。でも私怒ってです、これ本当にひどいということです。で最後ですけど、この2人の名前ぜひ覚えてください。高野徹、大阪大学、緑川早苗、福島県立医大。何をしとる連中かっていうのはですね、これですね、世界の3月号岩波ですけど、これがですね、福島原発事故7年で特集組んでます。でこの中に青プラネット TV の白石さんの論文が入っています。それ必読なので、お読みになってください。ぜひお読みになってくださいね。それからもう一つ、同じく岩波科学3月号、ここもですね、原発と放射能被曝についての特集、ほとんど全部の、ここに入っている論文ほとんど全部がそれです。でこの中に平岩さんという女性が書いておられる、かなり長い論文があります。でその論文がですね、この1年弱ぐらいの間の福島県民健康調査検討委員会でどういうことをやっていたのかっていうのはここに書いてあります。で一つだけね、一箇所だけご紹介しておきます。実はですね、こういうまあデタラメをですね、その県民健康調査委員会がやるにあたってですね、もう国内の学者だけだとその権威が落ちちゃって信用されなくなってきてるので、海外からですね、先ほど言った国際原子力ロビーの連中を連れてくるんですね。まあ、マフィアっていうのを言ってるんですけど、で実は今から数年前にヨーロッパでですね、三味線プロジェクトとかいうのがあったんです。でこの三味線プロジェクトというやつがですね、要するに被爆の危険性や放射能の危険性をですね、軽視過小評価してもみ消してしまうようなプロジェクトだったんですけど、それをやっていた連中がですね、ついこの間福島にやってきて、そしていろんな会議とかですね、コンファレンスとか出てやってるんですね。でその一角をですね、平谷さんがちょっと書いておられるんですけど、ちょっと読んでみますとですね、唯一の方法はやはり過剰診断は減らさなければいけない。唯一の方法は戦死吸引細胞診。戦死吸引細胞診というのはここへこう針を刺して調べるやつですね。戦死吸引細胞診をしないことだ。え？と思いますよ。で、首に小さな結節があってもそれ以上の診断はしないことだ。
結節があっても癌と分かっていて切除しないよりもそれを癌と知らない方がいいと個人的に思うと、こういうことをですよ、ヨーロッパから来たろくでもない学者もどきのやつが言ってるんですけど、こういうことを言っている。要するに日本の子供た、福島に住んでおられるね、子供たちの親御さんも子供本人も自分たちが癌にかかっているかどうかは知らない方がいいと、こういうことをですね平気で言う。もうこういうの読むとですね、私かなり腹が立ってきてですね、いても立ってもいられないからなんですけど、まあ、そういうことですね、まあ、詳しく書いてありますのでぜひお読みになってみてください。以上です、はい、ぜひ今後は半年か1年ぐらいがやっぱ勝負どころだと思うので、この福島県民健康調査検討委員会の動向と福島県の子どもたちの甲状腺がんの発症状況ですね、ぜひ注意関心を高くしてご覧になっていただきたいなというふうに思います。あ、それで私のレジュメのですね裏側の一番後ろのところに僕のブログの紹介をしてあるんですけれど、そのブログにですね実は高木学校の崎山先生の講演をですねアップしてあります。で録画も見れますし、それから資料もですね見れるようにしてありますので、その活字で読むよりもその崎山先生の講演をですね、ご覧になるのが分かりやすいというふうに思います。もう本当ね日本の学者ってひどくて、この潰す方に味方するやつはわんさといるんですがね、潰しちゃいけないっていうふうにですね頑張る学者がすごく少ないんですよね。崎山さんは本当によく頑張っていただいて、裁判にも出てきていただいてるし、皆さんで応援していただきたいなというふうに思います。以上です。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。明治150年の凶慢を切る、凶慢というのはおごり高ぶることね。皆さんはおごってないよね私はおごってるかもしれない今日は皆さん罵倒するかもしれないから途中でね、いい覚悟しておいて、はい、いい。で、皆さんは最後は僕に共鳴しますいいですね、はい。ということで始めさせていただきます。でね、今のはこっちなんです。この日本近現代史、これね多分皆さんここにいらっしゃる方半分以上は知らないと思う。知ってるつもりでいてもですね、でそれをお話しします。ちょぼちょぼ市民のためのゼミナーね。でいいの単だろ、はい、はい、大体こんな本だ、はい。明治150年とは何かっていう話です。ちょっと座ってやるね、いい、はい、はい。この顔は知ってるだろうから座ってやる。いや、ロッパね、1868年が明治元年で、だから明治150年ということはこの後に何が生まれたかというお話です。で、今150年を記念する騒動が起こってるんですけど、彼らが何をもってこれ明治150年ということを言ってるかということをちょっとお話ししますと、彼らが言ってるのは明治以降の歩みを次世代に残し、明治の精神に学び、日本の強みを再認識するんだって。すごいこと言うね。もうね、たまげちゃう。ここにいる人はみんな卒倒するような話なんだけど、これまともに言ってんですよ彼ら。もう皆さん驚くだろうけど、こういうのあってね、この間も先月、いや2月下旬から、3月にかけて11日間私九州連続公演にしてきたんだけど、こういうのが今ね西日本でパンフレットがある。これね英語で Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution 書いたんだけど、日本語で言うと世界遺産明治日本の産業革命遺産っていうタイトルでね、このタイトルの日本語は皆さんどっかで聞いたことがあるだろうけど、ここにねこの連中の狙いがあるんです。それはね、どういうことかっていうと、
すなわちね、日本は明治期において多岐にわたる近代化への取り組みを行い、国の基本的な形を築き上げた。例えば内閣制度の導入、大日本帝国憲法の制定、恐ろしいね、立憲政治、議会政治の導入、鉄道の開業や郵便制度の施行などの技術革新と産業化の推進、義務教育の導入や女子師範学校の設立といった教育の充実があると言ってるんだよ。本当かよこれ。え、それは本当じゃないっていうね、当たり前のこと言う。これね、今言ってるののうちのまあ基本的に言うと技術的と民主的な近代文明を導入したのは実は言うと明治政府じゃないんです。全て徳川幕府なんです。これがね、多分今日ここにいらっしゃる人も多分ね、ほとんどそうじゃない、明治以降だと皆さん思ってるんです。それを私がお話ししようと。だからね、明治以降の歩みではなく江戸時代からの歩みを知らなければこんなことは語れないんですよ。それが間違ってる、間違いのそもそもの第一歩なんです。でね、ところがね、まあ朝日東京でも毎日でも、明治150年に対する批判的な記事もあるんですよ。だけど誰一人ね、明治時代と江戸時代の比較をしてないんです。どんな学者の人も、私が読んでる限りではね、多分批判してる人はいるだろうと思うんだけど、つまりね、江戸時代日本には江戸時代の文化文明を語れる歴史学者が私から見ると存在しないんですよ。ここに最大の問題があるんです。それを皆さんにお伝えしたいというのはね、こういう本があるんですよ。これは4年ほど前、3年半ほど前に出した広瀬隆っていう人が書いた文明開化は長崎からっていう本があるね。この本読んだ人一人もいない。一人いる。あー、すごいな。お下さん違う、2人ぐらいいるんだ。つまりね、あなたたちダメなの、失格なんです、ここにいる人は。だからよかった、来た甲斐があった。だってあなたたち知らないんだもん。ここにね、江戸時代の歴史をね詳しく書いて、上下巻ですよ、こんな厚い本ですよ、二段組の。この本を皆さんが読まないとダメなんです。今の明治150年に対する批判は皆さんできません。今だから私が新聞で読んでる学者と同じレベル、どんなに言ってもそれじゃダメなんですよ。誰がやったら。でね、さっき言ったこれね、明治日本の産業革命遺産と叫んでデタラメの冊子を発刊してる無知集団がいるんですよ。でこれはね、これ見たことある人ある、こんな冊子。これはね、僕がこの間九州で連続公演行った時、女のがあるんで飛び上がってみた。一番の彼らの弱点はこれ全部書いてあるね。でね、ページ開くとね、リストのトップに全く無能の長州藩の萩が入ってる。ここ一番、こっから始まるんだよ。つまりこれを仕組んだっつって分かるわね、もう最初から分かるんだよ、長州の安倍晋三たちだっていうことは。こうあるのはね、江戸時代の産業技術なんですね。それをね、恥ずかしくもなくね、これトップ持ってきてんだ。でこれで通っちゃうところが怖いんですよ、日本っていうのは。つまりね、本当に江戸時代の歴史を調べてる学者がまともにいないんですね。私はそんなことは学者だと思ってないけれど、調べました、徹底的に調べて iPhone を4年前出したんだけど、要するにね、この明治日本の産業革命さんっていうこのエッセイリストに対してね、日本の文化人も新聞記者も誰一人異議を唱えていないんですよ。
信じられないことです。皆さんは、あ、私もそうだと思って反省してほしいんだけど、ね、例えばね、だって言われてみれば皆さんわかるんだけど、たたら製鉄なんて江戸時代の、まあ、ずっと前からあるじゃない。幕府の長崎造船所、佐賀藩の三重津海軍所、薩摩藩の修正館、グラバー亭、これぐらいは知ってるやんね。これ全部明治時代じゃないんだよ。すべて江戸時代、徳川幕府時代の遺産じゃないですか。こんなことをね、平気で言える人間たちがこういう冊子を出して明治150年を言い出してるんです。だからもうとんでもない話だっていう話です。要するにね、江戸時代に開拓された文明開化っていうのは、望遠鏡があるでしょ、時計があるでしょ、写真術ね、薩摩藩がやった、あるいは印刷ね、印刷もこれはほとんどは徳川幕府ね、それから電信も、電信も薩摩藩や佐賀藩、測量術、天文学、天文学だったら皆さん分かるでしょ、いいの、あの井の忠敬たちね、電気学、物理学、化学、法術ね、造船、首都、外国学校、このリストに一切入ってないんですよ。すごい人たちでしょ。それが産業革命遺産だっていうんだね。それでね、トップに何を持ってきているかっていうと、吉田松陰と松下三塾掲げてるんですよ。これやったのはもちろんね、長州の安倍晋三。なぜ長州なのかって、ここにね、吉田松陰の写真が出て、明治維新大道の地、萩藩だって言うんだ。たまげちゃうね、これ。こんなことね、もし文化文明を調べたことある人なら、おい、やめてくれよっていう人ことばっかりなんだけど、今これに文句言わないんだ、誰でも。それで私は信じられないの、今だから新聞読んでても。新聞にどこにも書いてないんですよ。朝日も東京もね、毎日も。この問題、最大の問題。つまりね、吉田松陰っていうのはどういう人かをお話すれば皆さん分かるでしょうが、1850年だから開始7年に投獄された吉田松陰が書いた優秀録っていうのはね、今急に、つまり急いで武威を収め、官、ね、軍官、ほぼすなわち、ほぼすなわり法、大法のことですね、ほぼたらば、すなわちよろしく、蝦夷、ね、北海道を開墾して諸侯を封建し、官に乗じてカムサッカね、カムチャッカ、オホーツクを奪い、琉球に里し、朝廷街道することない諸侯と等しからめ、朝鮮を攻めて、土を入れ、貢ぎを立てまつること、いにしえの政治のごとくならしめ、北は満州の地を裂き、南は台湾、ルソン、ね、ルソンってフィリピンの諸島を治め、支配し、ね、治めって、与養学に新種の勢いを示すべ、しかるのちに民を愛し、死を養い、慎みて、変魚、守らば、すなわちよく国を保つというべし。すごいこと言ってるでしょ。ね、北海道も沖縄も朝鮮もフィリピンも台湾も全部攻めて取れって言ってるよ。翌年、安政2年、萩野吉田松陰が獄中からね、同志一致の意見として兄に送ったが獄税帳にはね、老骨にアジア侵略を扇動して、こういうふうに書いて、僕ね、ロシアアメリカ講和行って、我よりこれを破り真を意的外国の音ですね、遺跡に失うべから取られるなよ。ただ朝廷を厳にし、品儀を厚し、その顔をもって国力を養い、取りやすき、つまり侵略させい、朝鮮満州支那を切り従え、交易にて老僕っていうのはロシアアメリカ、ね、に失うところはまた土地にて千万、朝鮮と満州に償う、そこを穴埋めしろと、こういうこと言ったんね。これが今トップに出てるこの
今の産業革命遺産のトップの人ね、こういうこと言ってる。だからね、これでもう大体わかるんですが、明治維新を主導した集団というのは長州萩藩に、萩藩というのは山口県にね、松下村塾を開いた吉田松陰がこのようにね、朝鮮、満州、台湾、琉球、フィリピンを手中に収めて日本を豊かにする、こういうことは今は皆さんに言う説明もないですよね。隣国を犯せって言ってんだからね、要するに泥棒強盗と同じだって、それを大声で言ったのが吉田松陰、それが今トップに出てきてるのが今の明治150年祭のトップの人なんです。いいですね。吉田松陰はね、要するに普通の言葉で言えば狂気のアジア侵略論者ですよ。こうして長州藩の吉田松陰の松下村塾から草岡源次ね、皆さんが知っている高杉晋作、井上馨、伊藤博文、山形有朋、木戸孝允ね、これは桂小五郎ね、多くの維新が巣立って朝鮮侵略を開始した、このことについて後でお話が。でね、この中に驚くべきことが書いてある。彼は全く存在しなかったね、長州の萩の反射炉を長州藩の産業革命として賛美してるんですよ、このパンフレット驚く。ここにね、なんか炉みたいなのあるでしょ。これね、皆さん萩行ったことある人は騙されてこれ見たことあるみたいね、観光客来ちゃってるから。この炉は何もなかったの、雛形炉の外形を作ったのに過ぎないのに反射炉だと平気で宣伝してるんですよ。だから皆さんね、調べた人が要するにこういう、文明開化のね、歴史を調べたことがある人は、要するに鉄製のね、大砲に製造に成功したのは佐賀藩だっていうことは誰でも知ってんの、知ってる、佐賀藩です。で、最初追事というところで成功して、でもっと大型のタフセっていうのを作って、これ鉱尾っていうのは幕府用の石火矢、石火矢っていうのは大砲のこと、板手錠ね、鋳造錠、これを作って、こういうのがあります。この、反射炉は残念ながら今現物は残ってないですが、日本で最初に、鉄製の大砲を製造した、日本で唯一ですね、最初に。だから佐賀藩は徳川府最大の兵器工場だったんですね。だから、鉄製大砲を量産できたのはオランダに学んだ佐賀藩だけだったんです。こういうことは誰でも知ってる話です。で私が言ってるんじゃない、これはね、製鉄業の方を皆さんが、読んだことがあれば、もうどの本にも書いてあります。製鉄の専門家記述した製鉄業の歴史書で萩の反射炉の存在、あんなものありえない、一様に否定しています。その実情はね、先駆者の今言った、佐賀藩の重宝遠隔誌っていう方が立派なのがあるんですね。これは、出版されたのは、明治の後なんですけれど、その時代はね、ものすごい正確に当時のことが詳しく書いてあって、1855年だから江戸時代ね、安政2年に長州藩の家臣4人が西洋砲術使用のため我が佐賀藩に赴いて完成した反射炉を見学したが、全く不勉強な人間ぞろいで、これ佐賀藩が書いてるんですよ。私が言ってるんだ。佐賀藩から相手にされず、その後何も分からずに築造の計画を立てた。翌年にはとても金がかかりそうで、予算立たないと、研究心のかけらものその計画を中止してしまう。事実ちゃんと書いてあるんですよ。だから長州藩の反射炉は恥ずべき偽物だってことは分かってる、どの本読んだか。で、これはね、今日本で唯一残ってる伊豆韮山の反射炉、これが太郎左衛門たちがね計画して、で佐賀藩と一緒にやってきたんで、佐賀藩が協力して再建した。
これは1957年ね、これも江戸時代に書く。これが今日本で残っている唯一の反射炉はここにあります。ここへいらっしゃるとありますよ。本当に立派なのありますからね。伊豆行ってください。韮山に素晴らしいのは、これは全世界で残っている反射炉唯一のものです。それからその後はね、もっと、まあ、皆さんがよく知ってるので、盛岡藩ね、盛岡藩っていうのは釜石ですね、日鉄釜石。ここで、1858年だからね、明治維新の10年前に築いた日本の最初の大橋航路から生まれたのが日本の鉄鋼産業だ。これが、後にね、岩手県の日鉄釜石になって、今、日鉄住木になってますけれど、要するにこういうのを作っていった。これもね、これも倒幕の志士と戦った南部藩のね、盛岡藩ですからね。言ってごらんなさい、もうみんな大嫌いだから維新の志士は、ね、ということです。だからね、もうよくわかってるんですよ、歴史を調べた人は。私のさっきの2冊の本に全部詳しく書いてある。私はこんなバカたちが出てくると思わないでね、きちっと書いてありますけれど、今そこにどんどん加えていくべき言葉がどんどん思い浮かんできます。このバカたちがね、今はこんなことやってるのかと。つまりね、長崎文、あの西洋文明の台頭に最も歴史的に、ね、熱心だったのは天領長崎、つまり幕府領の出島のオランダ商館を所有していた幕府なんですね。で、長崎海軍伝習所と小島養生所を開設して、それで御玉が池主導所を設立しながら洋学とね、ヨーロッパ近代学を奨励したのが徳川幕府だったんです。徳川幕府全部が良かったんじゃないんですよ。この幕府の中の優秀な人たちがこの、幕府のいろんなリーダーとなって、ね、で、この人たちリーダーたちもみんな悲劇にも巻き込まれるけど、でもともかく全部やってったのは幕府の大体幕臣の人たちが、優秀な人たちがやってきたんです。で、で、突破を切ったのが、あの例を挙げておくとね、長崎海軍伝承ちょっと挙げておきますと、機械文明っていうのはそのヨーロッパとアメリカで大々的に発達していることを知らない日本人にオランダ商館が指導する学校が長崎に誕生したんですね。これが当時の絵に残っている長崎海軍伝習所、ここに行列が作ってありますね。この人たちが幕臣たちを中心に、それから佐賀藩も中心になって、ここに長崎の出島があってね、ここに通いながらみんなで、要するにこれ海軍伝習所っていうけど軍隊用じゃなくて、実際には今でいう専門高等学校、専門大学校、つまり専門学校だったんですね。で、この人たちが、まあ、日本のですね、明治維新の後の文明をみんなリードした人たちです。で、このね、近代的西洋医学の技術の工業専門学校が開かれた。ここで近代的な蒸気機関とかね、機械加工技術、航海、印刷、造船、こういうのはみんな日本人に教える。1955年ですからね、明治維新の13年前の話ですからね、いいですね。で、この海軍伝習から生まれたのが長崎製鉄所。これを明治時代に強奪したのが岩崎家の三菱造船所。これがね、この中に出てくる。三菱がやったって冗談じゃないの。三菱は奪っただけなんです。よくこんなことをね、やったもんだと、まあ平気でこんなことをね。要するに幕府が全部作ったものを、岩崎家がね、要するに三菱が全部取っちゃっただけなんです。これ作ったのは全部幕府。その後ね、こういうのは皆さんも覚えてるだろう。明治維新の3年前にグラバーがね、長崎で蒸気機関車を走らせるんですね。
これも明治維新の3年前ですよ、ね、ということでもう一回戻りますけど、この本はね、皆さんは、ご存じないだろうと思いますが、長崎歴史文化協会っていうのがあって、そこの理事長の越中哲也さんという方が、私もいろんなことを教えてもらいながらやりましたけど、私がこの本を書いてお送りしたら、今まで日本人が書いた歴史でこれほど正確に書いた本はないと言ってくれました。で、私はこの後ね、何度も長崎県内では講演して回ってるんで、高校やなんかもね回っています。だからこの本は長崎の今の人たちが折り紙付きの本だっていうことは知っといてください。私が自己宣伝してるんではないです、ね、でも読んでください。でね、要するに日本の港を開いたのは誰がやったかってね。だって文明を入れるっていうことは港を開かなきゃできないでしょ、ね、それは皆さんもどっかで聞いたことある安政五角条約、安政ですからね、明治じゃないですよ、ね、これ全部日付書いてある。アメリカと最初にやったんで、これは、ペリーが来航してやった条約じゃないです。あれはただ港を、下田とね、北海道函館に船が寄港してもいいっていうだけで、そうじゃなくて貿易を開港したのは安政五カ国条約ね、1958年、全部1958年、この五カ国、アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランス、これで安政五カ国条約といって、でみんな港を開いて貿易を始めたわけですね。でその後もね、これもみんなあれですよ、江戸時代ですよ、今の2年後ですからね、ポルトガル、プロシアね、ドイツ、それからスイス、ベルギー、イタリア、デンマーク、こうやって全部江戸時代にやった、港を開いね、貿易を始めたんですよ。こういうことをやったのが江戸幕府の徳川幕府がやった全部、つまり全てこういう政策を進めていたのは徳川幕府なんだ。ただこの時にね、悪いやつが出てきて、言い直し家っていうのが出てきて、この条約を結んだ、外国兵をみんな殺しちゃう、殺すっていうか追放しちゃうね。だから江戸幕府全てがいいんじゃないんですよ。そういう中でともかくこういう中でやったのはいい。でこの幕府がじゃあなぜ崩壊しちゃったのかっていうと、勤王の志士ってね、暴力団がいたんね。これがアジア全土の侵略を目論んでいたイギリスの策謀を鵜呑みにして、イギリスの兵器を利用するクーデターを起こった。それが明治維新なんですね。ほとんどはイギリス人の手の中で起こされた暴力だったんですね。で、さっきのこのイカ様ブックレットに戻るとね、ああ驚いたことを書いてある。この写真が出てくる。山口県長州藩では明治日本の産業革命者、その陰謀家のイギリス人の手引きでイギリス留学した長州ファイブっていうのが出てくる。ここに5人が、この名前皆さんどっかで騙されて聞いてるかもしれないけど、長州ファイブっていうね、伊藤博文、山尾陽三、井上香織、井上勝、遠藤金介、これがね、産業日本を志すってこう書いてあるでしょ。すごいこと書くもんだ。日本にヨーロッパ文明の産業を起こした先駆者と賛美して冒頭に持ってきてるんですよ。よくもこれほどの王将を語れるもんだって。今言ったね、伊藤博文、井上香織というのは、これは皆さんどこかで聞いたことあるよね。総理大臣、外務大臣だからね。ね。この、伊藤博文と井上香織は、日本にヨーロッパ文明の産業を起こそうとした先駆者ところからね、もう一人、木戸孝光ね、桂小五郎とともに、長州藩の反射炉先駆者、長州藩ですよ。長州藩も全部悪かったんじゃないの。反射炉先駆者で手塚力蔵という優れた人がいて、この人に
ヨーロッパ文明を導入するものとして切りかかった。切りかかったんですよ。その人間が、つまり日本の具の骨頂の代表者が長州ファイブだったんだ。だって文明導入者やうわーっと切りかかっていったんだから。で、手塚律三は江戸城のお堀に飛び込んでね、それで逃げて桜藩まで逃げて、そしてこの人が先駆者になるわけです。つまりね、萩の反射炉が2000本であることを、これらこの連中が実証してたんですよ。ほんとロックへ。じゃあその5人の長州藩士がヨーロッパに向かったのは1863年なので、それどういうことがあったかっていうとね、外国人排斥に狂った長州藩ね、だって上位の藩だから、長州藩って外国は大嫌いだったね。それが海峡通過中のアメリカ、フランス、オランダを砲撃したんですよ。これは怒りますよね。もう国開いてるんだから。そして長州軍艦に激しい反撃の砲撃を加えて叩きのめし、翌年にもヨーロッパアメリカ連合艦隊が長州萩藩の砲台徹底的に砲撃して完全に破壊した。これがその時の写真ですね。長州藩の砲台っていうのがあって、めちゃくちゃ、これイギリス軍がね、でイギリス人はね、この時に頭いいんだね。長州はバカだって見抜いたから、イギリスじゃね、フランスと組んだ、当時江戸幕府はフランスと組んでた。だからそのフランスを排斥するために、頭の悪い薩摩と長州下級武士を利用して倒幕に利用しようということで動き出すね。それで、ハリパクスっていうのをね、横浜に赴任するんだけど、その6日前に下関で長州藩の井上馨、木戸孝允と会見して倒幕の密談を交わして、それで西郷隆盛が坂本龍馬と会見し、これは会見したかどうか分かんないんですよ。実際鹿児島藩の名義で長州萩藩の武器をイギリスから購入する萩藩の要請を買い受諾したという伝承があるけど、実際には坂本龍馬は何もしてない、証拠も何もないんです。これでもほとんどの本に全部こういうふうに書いてあるでしょ。何の証拠もないっていう。この頃ね、朝日のあの歴史のね、でかいのやと、そこに時々書いてある。これだけはね、これは何の根拠もないってことは書いてありますけど。で、薩長がね、イギリスと提携して、それで幕府がフランスとね、フランスやオランダと協力体制に入って、両者が対立が深まっていった、ね。じゃあ坂本龍馬なんか文明になんか、開化になんかしたの、皆さんに聞きたいんだけど、坂本龍馬はね、海援隊っていうのをやっちゃって、こういうのみんな書いてあるけど、長崎で乱暴狼藉働くので町民が迷い潜めて困り果て、これに対抗して長崎奉行が町内警備のため自役にそのして長崎在留の見客たちを集めて遊撃隊を組織しなければならなかった。坂本龍馬ってのは暴力団だ本当なんですよ。あのね、僕もこのことは今まで知らなかった。今ね、ちょっとこれ今 YouTube で上げるっていうからね、名前は出さないにしますけど、長崎でこの歴史を調べた人がいるんだよ。で、私はもちろんその方に会いました。でね、話をしていたら、広瀬さんね、こういうの知ってるかって言ってね、長崎新聞を僕に持ってきたの、古いのですよ。それで何と言ったかっていうと、ここに書いてあるこんなコラムです。四角いね、これぐらいの小さな長崎新聞の。でね、このコラムをお読みなさいって言って読んだらね、なんか当時白袴組、白い袴を履いた暴力団が長崎の街をうろうろしていたっていうことがちょこちょこと書いてあるだけなんですよ。だけだけど、その記事をコラムを書いたら、ある作家がやってきたんだそうです。若い作家
誰？え？わかるよね。司馬遼太郎ってやってきて、何にも書いてないのに、その記事にデンタラメのことを書いて、あいつが小説を書き出した。だから広瀬さんね、ひどいもんだよって言ってました。何の根拠もなくね、坂本龍馬を祭り上げて英雄にしたやつよ、それが司馬遼太郎なんだ。ってその記事書いた人が私に教えてくれたから、そんなもんですかと言ってね、それから調べたら本当その通り、でたらめ。要するに司馬史観っていう言葉があるんだけど、司馬史観の史って歴史っていう字書くんだよ。史じゃないの、小説なんです、全部。つまり司馬史観って言葉が間違い、歴史じゃないの。あの男は全部創作で、それで面白く書くんだね。それでみんな騙せて、私は司馬遼太郎顔嫌いだから一回も読んだことないんだけどあれの何を書いてるか読めば大体分かるということで、全部その通りだっていうのは分かってきたわけです。つまりね、維新の死っていうのは嫌われてたんです。だってこの今言った長崎で剣客を集めて遊撃隊組織されたのは、龍馬が暗殺される3ヶ月前ですからね。暴力団の、要するにこの暴力団というのは維新の志士だけじゃない、幕府側もいたでしょう、新選組だ。この連中の両方ともどうしようもないんだ、チャンバラやってただけなので、それが全部 NHK の大河ドラマになってる。だからね、もうどうしようもない話が歴史になっちゃってるんですよ。これが今日の話の本当の本筋なの。困った国ですよ、この国はね。何でもないね、近藤勇もみんな同じなの。要するにチャンバラやってた連中だけが日本の明治維新のね英雄になってきた。でそれを書いたやつがやっぱり悪いですよ、こういうね。でだからね、当時の本当のことを僕はそういうことと無関係にずっと書いてきたのがさっきの文明開化は長崎からっていう本なんですね。でその中に代表的なことをちょっとお話しとくと、長州藩がさっき、1963年に行ったって、ね、イギリス留学、その前の年ね、幕府はね榎本武揚とか赤松則吉、こういう巡査を選んで、それでやっぱり送り込んでたんですね。でそれよりもっとはるか前にね、安政五か国条約、さっき言ったね、その1859年の翌年に徳川幕府の小栗忠正たち77人が日米修好通商条約の批准書交換のためにアメリカのこの蒸気船ポーハタ号で渡米してたんです。77人ですよ、幕府の武士が。ね、どうやって行ったかっていうとね、批准書こっから出てってね、でハワイ行ってね、でここ行ってサンフランシスコ行って、そっからね、こうパナマ行って、それでここ でワシントン行ってニューヨーク行ってね、それからずっとこう行って、それで今度こっち来るわけね。でこう行って世界を一周して、それで帰ってくるわけね、インドネシア行って、それで香港へ、そして日本に帰ってくる。9ヶ月間世界一周旅行、これやったのが徳川幕府ですね。これはもう正真正銘幕府の派遣したこの人たちね、大旅行を通じて膨大な量の近代的文明を見聞したわけですね。これ皆さん知らないと思うんだ、多分ね、ほとんど知らない。でこの人たちが素晴らしい調査を全部やってるの、この行為ね。360年のお話してるんですよね。それであらゆることを調べただけじゃない、ろうあ学校とかね、障害者救済システムとか、民主制度、議会制度、民主文化についてみんな語
数え切れないほどの収穫を得て帰ってきたわけね。これはその時のですよ、ニューヨークでこの徳川幕府77人の欧米使節団を迎え撃った時の絵ですよ。ニューヨークですよ、10万人の大群衆が迎えたんですよ。知ってた人、あ、何人かいるね、 4,5 人いるんだ、偉いね。で、そのメトロポリタンホールが1万人舞踊会も開かれたんですよ、舞踏会ね。知らないだろうと思う、ほとんど。先生、国旗がかかってたけど、日本日の丸なんか決まってたんですか？え、何が国旗がかかってるんだけど、さっきのやっぱりニューヨーク、うん、あ、ここね、おかしくない？おかしくないですよ。国旗決まってないですよ。いや、国旗はだって作ったの誰か知ってます？島津成明、薩摩藩の島津成明が、これはね、今の国旗と違うんですよ。島津成明っていうのは大和魂のね、武士を笑った男ですから、薩摩藩で、あの人はね、要するに文明の最先端を行った、要するに佐賀藩と薩摩藩は。だからなぜ薩摩成明が日の丸を作ったかっていうと、外国との異国船がどん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 やってくるんで、要するに漁船も商船もぶつかって紛争にならないようにっていうんで、この日の丸を考案したんです。もともと日の丸は一応あったんですけどね。だけど公式には島津成明がこれを作った。で、だけど残念ながら島津成明は早く死んじゃうんですよ、かわいそうにね。だからほとんど知られてない、ここにもあるのはね、そういうことです。だから後でお話ししますけど、あの日の丸ってのは悪くないんです、もともとは。あれは後で明治政府が出てきて、その日の丸を天皇のいわゆる国旗にしちゃったの。そっからおかしくなった。その話は後でね、お話しします。で、要するにですね、尊王攘夷派の下級武士がね、外国人排斥倒幕を唱えて武器を振り回したんですよ、この時代で。だけど文明はね、江戸時代にすっかり開化してたんです。明治はここから数えてもずっとあと1868年だから8年後ですからね、ということです。本当言うとね、今日お話してること全部プリントにしたいんだけど、田中一郎さんが今日お金がないって言ってやるいや、いいのいいの、違うの、それは半分冗談だけど、あのね、これ今話してるのはごく一部なんですよ。代表的なことをお話してるだけだから、私の本をきちんと読みなさいっていいですか、こんなんで満足しちゃダメですよっていう意味で、私はプリントにしなかったんです、今日はね。だから安政合格国事役の後に出てきた維新の人ってただの泥棒なんです、わかるでしょ、何もしてないんだからね。明治維新が文明開化、冗談じゃないんです、何もしてないね。で、要するにだってわかるでしょ、尊王攘夷って言うんですよ、天皇を崇めて外国を排斥するっていうのを尊王攘夷って言うんですよ。それが坂本龍馬や西郷隆盛たちなんです。だからね、言い換えると天皇の前にひれ伏すっていうことね、尊王なんだね、それが階級され主義者、つまり攘夷っていうのは異敵、異敵っていうのは外国のことですね、を排斥すること、外国を排斥することをその攘夷っていうんだから、絵画の陳知識を教師する人間が文明閣下なんかできるはずないじゃないね。そうでしょ、誰か維新の使者か誰か文明開化貢献する発明や発見した科学者技術者は いましたかって私聞いてるの、誰もいません。大衆の病気治療のために貢献した医者がいましたかって、いないんだ、何もしてないね。
だから明治維新のこと映画で一般に明治レストレーション、レストレーションって英語で王政復興のことなんですよ。王政復興っていつ？平安時代、1100年代、平の清盛が登場するまで前までついた古い臭い天皇支配の封建体制に戻ったっていうのが明治維新ね、レストレーション、そういうことです。でこのところがこっからおかしくなんだよね、大河ドラマがね、よくやるもんだよ NHK はね。この書き下ろしたちが平等を唱えたストーリーばっかり作るんだ、脚本家がね。天皇神と崇めてひれ伏すこと、尊皇金皇っていうの、これがどこが平等主義なんだよね。呆れて物も言えないことをずっと NHK の大河ドラマを見てるとみんな出てくるんだ、こういうの。それ全部作り話なんですよあれね。明治維新っていうのは江戸時代の武士に代わって、だから言い換えると軍部が日本人を支配するようになった軍国主義クーデター、イギリスの手の中で起こされた軍国主義のクーデターだったね。ということで要するに江戸時代だってそれは与力同心たち恐ろしかったけど、それより恐ろしいのが出てきて軍隊だったよね、特攻ね、特別高等警察、これは強大な権力を握って、それでお寺組にお上に立てつく人間を捕らえては拷問に明け暮れる時代を将来したのが明治以来の日本政府ね。これはまあ日本の敗戦の日までのお話ということで、平等の思想を誰がやったのかっていうことを調べるとね、 NHK の大河ドラマにちょっと言っておきたいんだけど、これ今日 YouTube で上げてくださるそうだから、ちゃんと NHK に送っといてねこれね。いい、江戸時代に上下の師範体制を取り除けって主張したのはね、江戸時代半ばですけど青森県八戸の安藤正義です。から人間の貴賤の差別を意味ないものと感じた長崎の西川女権、それから明治時代ね、主権在民大乗の投票権の必要を訴えた米沢藩、米沢藩だから東北ねの藩主宇梶新八、明治政府に三か条の憲白上提出し市民平等を訴えた長崎生まれの杉浩二、この人たちは知ってるね、明治初期にね、今度は明治だから自由民権思想を貫いた土佐の長崎留学生なんていう中江町にいてね、それと同胞の植木ゆむりね。でその後明治に入ってから一か一憲法を草案として戦後の日本憲法に近い真の民主憲法を提唱した仙台藩の話、血がたくさんね。これ五日市憲法は皆さんもご存知でしょう、ついこの間、というより今の、天皇皇后ね、皇后美智子さんが五日市憲法は素晴らしいと言ってね、奨励してるよ。今の天皇はいいんですよ、天皇夫婦はね。その前がある。福島県相馬郡出身の憲法学者鈴木康、これねほとんどね、要するに長崎関係者か遠くなんだやったの。この人たちの名前をみんなが知らないの、名前をね。千葉拓三郎の名前は皆さんも知ってるでしょうけど、これが要するに仙台藩出身だっていうことも知らないみんなね。ね、ということです。いずれもね、幕府天領の長崎の人と戊辰戦争で官軍と敵対した奥羽列藩同盟の東北地方である。そうなんですね。神田香織さんがそこいらっしゃるからね。ねえ悪いやつみんなこらね。でそれからもう一つ大事なこと言っておくとね、やっぱり幕府の医師たちがね、天然痘を撲滅をしようとしてお玉が池首都城開設で必死に病院の救済に、病人の、ね、救済に奔走した時、首都をすれば牛になるって迷信を広めて病人の治療を妨害したのがその攘夷派なんです。そしてね、この時のね歴史を調べても腹が立ってしょうがない。戊辰戦争ってあるでしょ、官軍と、ね、幕府が、あの戦争中病に苦しむね、
患者が寝ている病院を襲ったのは維新の志士たちの病院を襲うんですよ。信じられないことをやって、要するに日本の、まともな、ね、人たちが病院を救おうと必死でやってる時に病院をみんな潰していくんだね。それからもう一つね、これも言っとくけど、まあ皆さん伊能忠敬ぐらい知ってるでしょね。日本の禅図を作った人ね。この伊能忠敬っていうのは1800年からですよ、あの日本のね、要するに地図を作り始めてね、測量始めて、この人が始めたのは日本地図を作るためじゃない、天文学を極めるために始めた。それでやがてそれがね、日本全図を完成して世界一の暦を完成するまで天文学を極めた。世界一だったんですよ、この当時の日本人が気づいたね、天文学というのは。それをそこに明治神が出てきて、野蛮な維新の人たちが、これで天文台ね、要するに、伊能忠敬が築いたその優れた天文台の知識、その屋敷をね、明治2年に廃止しちゃった。これも維新の志士たち、これほど愚劣なやつらいないですよ。本当にね、あの文化文明を調べた人たちが、もう調べれば調べるのほどこの明治維新の人間たちはどれほど愚劣であったかっていうことが分かります。ということで、さあ誰がここまで歴史の事実を改ざんしてきたんでしょうか。まあ皆さんは修正主義っていうね、改ざんで、これですよね、このところね。まあ要するに坂の上の雲でアジア侵略戦争を賛美して、日清戦争の一論までの戦争までの日本は良かった。要するにですね、日露戦争までの日本は良かったと買ってきたのは司馬遼太郎です。でこのデタラメ技術を史実であるこのあのように賛美してきた教派が NHK の大河観光ドラマね、観光ですね。こうしてだいたい司馬遼太郎の小説とか西郷隆盛、こういうのを演じた大根役者が芸能界のコマーシャル、今出てるよね、どっかね、テレビね、日曜日あたかも人気トップであるから日本の文化を腐敗してきたんです、ね、だからね、私が言いたいのは、あの司馬遼太郎 NHK 大河ドラマだけじゃない、日本の悪行をね一切明かしない現代日本の芸術界が、私に言わせると恥ずべき存在ですよ。原発事故をねパンドラで映画化した韓国人との知性の差はね、歴然たるもの。あのね、今日ここにいらっしゃる人は、この韓国映画のねパンドラっていう映画を、ご覧になった人は多分あんまりいないと思う。あの予告編はね、あのやってますから、これは見てください。このパンドラっていうね映画素晴らしいですよ。あの僕は2時間以上のこれ見たんです。はい、ちょっと真っ暗にして、これから住民避難です。ハベルログの지금현재돌이킬수없는최악의상황에직면해있습니다。솔직히아무것도할수가없습니다。はい。
ということでね、12月公開っていうのはこれは2年ほど前の話だからね。16年だからね。だから、ということなんですが、あ、ちょっと待ってね、さっきのに戻りの今なんでこれを見ていただいたかというと、これ福島の原発事故をモチーフにして、でこういうね素晴らしい映画を韓国は今、映画化してるんですよ。で今あの途中でもう打つ手がありませんって言ったのは、あの韓国の大統領役をやってる、あの人はね韓国のトップスターですよ。あの僕が大好きなねベートウイルスとかね、そういうのに、出てきたあの韓国のトップスター、がこういう映画を作ってるんです。それが今の韓国なんですよ。もう日本とね桁が違う、もう嫌になっちゃう日本を見てるとね。でこれからなんだよ本当の話はね。つまり、で今までね一応こういうお話をしてきたんですけれど、これからね、まあ皆さんも知ってるだろうことをね、あの言っていかなければいけないんですけど、要するにこう連まで行ったね、この辺も行ったね、これここからね、この辺からここからなんだよね。要するに日本の文化ね、この歴然たるものが日本と、私は実は今のムン・ジェイン大統領とね、あの人たちと一緒に交流してるんです。そういうことでお話しておきますけど、こういうのが、ね、今ね大河ドラマ篤姫で坂本龍馬演じたタレント、この顔どっかみんな見たことあるんだよね。皆さんコマーシャル見てる人はね、この男何やってると思って、プルサーマル宣伝して、今年だよ3月って、今4月だろうね、今4月でしょ、先月オール電化宣伝してるんだこいつが。こういう関係にあるね、平気で。こういうのがね今週刊誌でみんなトップで扱われてる。こんなのいい、三田園ね、仙台原発を、鹿児島県の三田園、明治150年記念殺鳥土肥フォーラムってバカ丸だしね。これこの間東京新聞に写真出てた AKB48、 こんなのですよね。こういう世界なんだった今ね。これが今があの皆さんが騙される。だから私は何度も言うんだけど、徳川幕府っていうのは江戸時代に外国侵略一切行わなかったでしょ。徳川幕府っていうのは偉いことにね、侵略やったのは島津が琉球やったりね、松前藩が北海道入ったああいうのをね侵略したぐらいで、幕府としてやってないんです。要するにや悪いことやったのはみんな、このさっき言ったね、吉田松陰が言ったこういう思想なんですね。でこれを賛美したのが誰か、吉田松陰の詩の佐久間松山、これはあの松代ね、長野県の松代、その松山の弟子が坂本龍馬なんですね。でこのこれの人間たち書いてある伝票にはみんな徳川幕府批判と明治維新の賛美の論調に満たされているんですね。で長州藩の木戸孝允っていうのは後でもう一回出てきてもらうけど、桂心有名、この男は何したかっていうと、明治元年にね、明治政府首脳として木戸孝允が岩倉具視にこう権限したのね。こう権限したっていうのはね、いや、おい、速やかに殿下の方向を一定し、施設を朝鮮に使わし、かの無礼を問い、彼もし不服の時は罪を鳴らしてその土国土を攻撃し、大いに信州日本の意を新朝鮮、これは言い換えればかりでしょ、朝鮮に言いがかりつけて侵略しろってけしかけたのがね桂小五郎ですよ。で明治8年に日本が朝鮮に軍艦乗りつけて釜山に上陸して国家統治を起こした、この連中が始めたのが要するに朝鮮侵略なんですね。
で、じゃあその時にやられたのは誰か。それはもちろん主に東北地方ですよ。戊辰戦争っていうのをね、やられたのは。だからここにね、さっき来てたよね、佐々木恵子ちゃんいるよね。あ、いる、隠れてる。ね、東北地方みんなやられたの。会津藩とね、庄内藩に対する復讐を目的として薩摩長州が起こした戊辰戦争、これね、本当に東北の人だったら本当に腹が立つと思うんだけど、だって関係ない人たちみんな全部敵だって言ってね、それでやっつけてったんだからね。それでイギリスのパークスが送り込んだ学生の兵器を、その時ね、問題だったのは佐賀藩が味方についちゃったのね。佐賀藩っていうのは元は幕府と一緒にやってたね。さっきの言ったように、もともとは幕府の兵器交渉だったの。なぜかっていうとね、イギリスとこの時佐賀藩はね、イギリス製のアームストロング号などをこの時買い入れることにしちゃった。だから鳥羽伏見の戦いの後にイギリスの予言となった薩長に組みしちゃう。それで反幕府になった。もともとは反幕府じゃなかったんです。この佐賀藩が幕府側にいたら絶対幕府は倒れなかった。だって一番強いのは幕府じゃない、要するに佐賀藩だった。それで佐賀藩が全部倒幕側についちゃう。だから佐賀藩は帰ってない。佐賀藩が薩摩藩と戦えば薩摩藩は一頃にやられてたって書いてます。ということでね、この東北地方を破滅することに快感を覚える殺人者集団、それが要するに薩摩長州だったんだね。ということで会津藩は大変ですよ。官軍の総攻撃に向けてね、籠城に耐えた鶴ヶ城佐賀藩から強力なアームストロングを打ち込まれて、それで落城したんですね。その後です、ひどいのはね、長州藩官軍が町内で略奪の鍵を尽くして座布団でも、まあ、布団でもね、衣類で全部奪って商人に、それで賭博とから女郎街に移した。女郎街っていうのは女ですよね。しかも遺体の埋葬を禁止したんですよ。長州藩っていうのはすごいやつらだと思うわね。だから会津藩はね、もう女性たちがね、どんどん奪われていくわけですよ。それで女性たちの自殺が相次いで数千人の死者を数えた。なんと醜い薩摩長州。しかもね、ひどかったでしょ。右の根を止めろっつってね、みんな殺せっつって叫びまって、で当時羽毛の地だったら緑化の青森県のところに土地を与えられて津波を作ったんだけど、これはもう大変でした。会津藩の、ね、人はみんな1万7000人追放されるね。こういうことです。一方ね、江戸もどうなったかというと、江戸っていうのはあれ、誰の持ち物、誰の持ち物でもないですよ。江戸の町っていうのは、まあ、世界最大の都市だったんでね。だってこれ諸藩上屋敷の開式、下屋敷全部全て官軍が召し上げた。召し上げたって、ちょっと待てよ、江戸の町は薩摩長州とさ持ち物じゃないでしょ。これ参勤交代で江戸に出た全土の藩の持ち物ですよ。それを所有していた、それを自分たちで分取ったんだ。すごいですね。石川五右衛門が目明かしになった。どういうのが明治神ね。こういうことを NHK 大河ドラマ描いた、見たことないよね。俺見ないけど、はい。ということですね。ということで、要するにね、ここから皆さんに配った、ね、資料ね。ここからはね、ちょっとこれだけは皆さんに配っといた方がいい、記録としてね。なぜそれを配ったかっていうと、明治維新の50年、今は150年、
50年が長州藩の寺内正武首相の時代、明治維新100年が佐藤栄作首相時代で、明治150年が私安倍晋三を山口県出身の首相として恥ずかしくない実績を残したいということで、明治150年代が今やってられている。だから長州藩の歴代総理大臣は全員が犯罪者であるということを今からご紹介しますから、安倍晋三はよくの以下の記録をよく見ておけよ、ね、はい、YouTube ね YouTube ね、はい、長州出身の歴代総理大臣ここまでいるんだ、ね、で9人目はね菅直人ってのいいんだけど、これね山口県宇部市生まれだけど市は岡山出身なんで、安倍晋三一派から長州閥じゃないと無視されてる残念ながら。でもね菅直人もちょっとその気あるんだ。だって菅直人内閣作ってる、自衛隊内閣作るって、あれもちょっとやっぱりどっかおかしいんだね、どっかおかしい、ということです。というわけでね、今からここに出てくるね文字は、おいってここに出てくるんだけど、まあ、その今の8人をちょっとね、言うと、要するに伊藤博文って初代ね総理大臣で日清戦争を開いたとこね、もうポイントだけ言うよ。ただ YouTube にはこれ上げといてくださいね、記録いてるからね。でポイントだけ言ってくる、第三次日韓協約って、これで韓国の内政を日本人長官の指導下に置いて、で要するに韓国軍隊も解散させて、要するに一番悪いやつね伊藤博文がね、この男は要するに朝鮮侵略の急先鋒だったわけです、ね、韓国初代統監だからね。それで次が山形、これはね軍国主義者ですね、元帥、これ日本の朝鮮制を作った男だから、このも要するに天皇の統帥権を独立させてね、で我が利益戦の焦点は朝鮮にありって、で要するに侵略を軍国主義化でもう進めていった男ね。これ全部読んでると終わっちゃうから先にどんどん言ってて、桂太郎ね、次これはもう思想警察だね、日露戦争を開いた、韓国併合をやったら桂太郎だったらね、で韓国を日本に併合した男ね、特別高等特攻を作った男ね、それから次がこれがまたものすごい悪いですね、寺内の時は。これ要するに今の時代ですよ、要するに、その韓国を併合した、実際に韓国を併合したのはこの寺内正武だからね。でもこの後すごいんだ、要するに日韓併合を強行したこれが初代朝鮮総督について、つまり伊藤博文に続いて軍閥政治、その後6年以上憲兵政治を半島、朝鮮半島で全部ですよ、強行し、先生至らざくはな、半島の朝鮮半島の住民を恐怖に戦慄させ、その怨嗟の声を全島に満ち満ちたとされる強政治を行う。これ寺内正武息子もすごいけどね。その後田中義一、この人はみんなあんまり知らないんだろうけど、これシベリア出兵を徹底した男でね、これはまあ寺内正武内閣の要するに軍部を動かしていたと、この、要するにこの朝鮮人たちを虐殺したね、要するに満蒙地帯の日本の特殊権益堅持政策を推進した、同年に社会主義者を一斉に検挙、315事件、こういうすごいことやった。そして戦後の総理大臣が岸信介、ここはもうここにいる人みんな大体知ってるね、満州国の、ただねこの男は満州国の最高権力機関でね、つまり関東軍参謀長の東条英機、日産コンツェル総帥、鮎川義介など、この連3人で満州三角同盟って言うんですけどね。それで帰国した後東条英機の内閣、商工大臣、軍需次官、
そして真珠湾攻撃の日米開戦詔書に署名して、それで投獄されたんだけど、最後アメリカがこれ取引をしてるんだね、岸野ですけど。それで、スガンプリズンから釈放しちゃう。東条英機を処刑した翌日に釈放しちゃって、で岸がその釈放された、恩をアメリカに売るために日米安全保障条約を結ぶ、ね、その弟が佐藤栄作でね、これはもう原発問題すごいんだ、低人口地帯の人間であれば一時放射線災害を受けても致し方ないという原子炉立地審査指針を策定した。でそれで同年屋なんかを作っててね、それで核兵器開発を目標。ところがこの男がノーベル平和賞もらっちゃうね。僕はノーベル平和賞をあげた、ノルウェーのノーベル平和賞委員会が2001年に出版した、その中で佐藤栄作はベトナム戦争でアメリカの政策を全面的に支持し、日本は米軍の補給基地として重要な役割を果たした。佐藤栄作を選んだことはノーベル賞委員会が犯した最大の誤りだって言って反省をしたというと。さあ、ここから出てきたこのおっさんについて説明する必要はないでしょう、ね、もう今は皆さんに関してこれ、ここまでやってきたのは、要するに安倍晋三っていうのは中日アメリカ大使なんですね、長州藩の明治150年のこれはガラクタ今日なんですね。こういうことです、もう言うまでも。ただね、こういうこと時代は書いた本が日本近現代史入門、これ2016年だよ、一昨年だ、1年半だよ、広瀬隆って人だよく読みなさい、ね、してここでね、この本大事なこと書いた。今まで長州藩長州藩って言ってきたけど、これ山口県の人間を総称するんじゃないんです。ここ皆さん間違いない。吉田松陰っていうね、ここにこれね、系図なの、これ全部、これ全部線でつながってる。吉田松陰、草加玄瑞、高杉晋作、野木丸助ね、山形有朋ね、吉田松陰、これみんな近親者が支配した思想集団。ここまだ矢印が続くのね、これこの後このここに続くのね、今の赤で、井上薫、桂太郎、伊藤博文ね、松岡洋介ね、岸野助、佐藤栄作、安倍晋三で、線がここから青い線と赤い線だからね、赤い線を追うとここへ、で木戸孝允ね、木戸小一ってこれはあれです、天皇側近ですよ、児玉源太郎ね、寺地の方で、こっち青い線はこっち来て田中義ですね、鮎川義介、そのやらせ、これ全部で、今の代表者ちょっと言うとね、こうじゃない、桂太郎ね、はい、今これ桂太郎からこう言って、松岡ですけど、松岡ですけどが日独一三国同盟、それのね、ここわかるでしょ、ここね、これ兄弟ね、兄弟の娘だから、それから佐藤栄作で、これ岸信介、これの孫ね、こういう関係。じゃあね、内閣を誰が作ったかっていう話、ね、いかにして内閣は設立されたかという話なんです。これはね、あの最初冒頭に書いてあったですよ、日本は明治時代内閣を作ったとかね、書いてある。あれはね、困ったことに全然大事なこと書いてない。学者もこの頃全然言わないんだね。でね、これ1881年に北海道開拓使事件っていうのがあったんだ。それはね、薩摩藩の黒田清隆がね、開拓使にもう薩摩藩出身者ばっかり使って、でみんな利権をあげたんだ。北海道っていうのはまだね、当時、一生懸命まだ日本が開拓してる時代だ。でそこでみんなあの払い下げをやって、みんなやって、でそこでみんな薩摩藩の利権者をにあげた。と
ところがね、でそこでここに開拓使がね、役も置いちゃうんで、その年明治42年大事件が起こった。それ全部黒田清隆が薩摩出身者みんなやるって言っちゃった。あれは日本中みんな怒った。なんか泥棒じゃないかっつってね、で大泥棒日本中が怒った。でこれね、鎮静させるの大変だったの。81年ですよ。それでそこに出てきた伊藤博文っていう人が、これは国会開設の期日を決定しなければ国民を抑えられることはできない、というんで明治23年に決めるがよろしいでしょう。で悪事を進言して9年後に国会を開設するっていう案出した。そしてね、北海道を加えた御前会議で明治3年に国会を開設して、開拓し勧誘物払い下げを中止する、もうどうしようもないと追い詰められちゃった。つまり泥棒行為を隠すために生み出したのが第1回帝国議会と大日本帝国憲法だ。だからね、今の私が新聞読んでて学者の人の読んでると、こっから始めるのね、明治の帝国主義って。こっから始まった、そうじゃないの。官営物払い下げ事件が始まったの。そのね、要するに今の学者の人っていうのはこっから始まるから話を、泥棒を隠すために作ったんだっていうのがこの、明治の政府で、その要するにそれね、ただやったんじゃないの。この維新集団がね、家族令っていうのを作って、でこうみんな公爵、公爵、伯爵、子爵だり、こういう爵位を持った特権階級を作ってって、で議会は武力、すなわち政治権力にするんだよ。してからじゃないと国会なんか作れないから。ということで、まず第一、伊藤博文内閣誕生させ、これはもう長州、薩摩ね、こういう人間たちが全部、これみんな三井の番頭やなんかですよ、ね、大事なことはね、要するに全部金だったんだ、この時。そのことをね、今の学者の人たちは全然指摘してない、私には。それがダメなんですね、日本の学者っていうのは徹底的にダメです。で、これはね、後で言うんだけど、それを書いた人がいるから、ね、広瀬隆が書いた要するに金なんですよ。金の解析をしないで歴史なんかやっちゃダメですよ。今の日本の学者っていうのはみんなこういうとこから始まっちゃうね、すぐね、この辺から。要するにこれ見たら分かるけど、みんな金ですよ、金ね。こうやって大日本帝国憲法発布したのね。これが89年度で、それだけじゃないの。俺だって帝国憲法って大日本っていうか万世一系の天皇でしょ。天皇は国の元首でしょ。天皇は法律を決めるんでしょ。もう全部天皇ですよね。天皇は衆議院も解散も何でもできるね。何でもできる。一番大事なここですな、ここ、うん、陸海軍を統制する、ね、で戦もできる、これも全部できる、こういうことを決めて、それでこの時それだけじゃない、軍部を全部やった、この時。今のだって日付とすぐ後ですよ、参謀本部条例、海軍参謀本部条例で、陸軍は天皇に直令する、こういうことをやってから、そしてね、第1回帝国議会が開会された。こっから始めちゃ分かんないんです。つまり金を全部取り締まって、そういう人間たちが集まって、それでこうやって作られた、それが第1回帝国議会ね。だから山形有朋がね、軍国主義者我が歴戦の焦点は実に朝鮮にありっつって、それで朝鮮人略を帝国議会で宣言したんですからね。天皇が軍事独裁者っていう古代的な近代国家がスタートして、それが明治天皇です、明治政府ですね。それで
施行されたのは翌年ね、1980年で、さっき言ったこういうね、こう恐ろしい条文が全部で決まるわけですね。こういうこと、こういうことをお金の面から書いたのは持丸朝鮮っていうのは私の本ですけど、これ要するにこれは戦時中のね、狂乱編っていうのを書いたんですけど、これは要するにお金の問題を日本の学者はほとんど解析しないので、これ書いた本です。そういうとこまで皆さん入り込まなくていいけど、要するにはお金なんです全部やったのは。そういう話をすっ飛ばして、学者がね、日本の明治政府っていうのはどんなのものか、どんな、議会だったか、そんなこと解析してもダメなんですよ。要するに全部金のためにこの連中が作った。でだから、まあ、あの民衆の立場で言うとね、廃物希釈とかね、廃藩置県、こういう大変なことをやったでしょ。皆さんがご存じの通りね、もう備前焼の陶工屋なんかみんなね、大工さんたちみんな共同芸術で粉々に打ち砕いて、これはね本当に許しがたい行為でした。それからね、それから神道をね第一に掲げた、それが廃仏毀釈ね、仏教全部やっつけちゃえっていうんでね、これが要するに日の丸君が賛美する軍国主義や侵略主義、国政主義を生み出す、これが現代のヘイトスピーチの母体です。だからここから始まったんですね。でね、驚いた、この間ね、これはね、これ日付が、これ2018年3月朝日新聞ね、確か見開きだったんですね、これ一部したけど、京都のね維新150年の後をたどって、こんな、まあ、半分宣伝みたいなのがね、朝日にでかっとでかでかで、京都ですよ。京都ってね、この当時のことを知らないんだね。いい、だってこれだって明治2年にね、天皇外出するって言って出たのが東京行っちゃって帰ってこなかった。おったよ京都の人は天皇は二度と京都に戻らず、天皇と新政府が関西を捨てて京都に怒りが渦巻いた。これは明治2年なんですよ。なんで今頃京都の人がこんなのをね、京都非公開文化財と特別公開こんなこと今やってんのかなと思ってね、お前たち大丈夫かってね、私だったら石を投げたいようなことね、今平気でやってんだ。これ岩倉と友美たちのくらい一緒になって、京都の人が驚いたね。今これぐらいひどいんです、日本っていうのは。もう終わりです日本ということなんだけど、話をしようと思って、これはね明治維新じゃないんだけど、私がここのところちょっとずっと気になってることで、自然エネルギーの問題が大きくなってきてるんで、ちょっとね皆さんを敵に回すかもしれないけど、これはちょっと言っておきたいので、ずっとこの間九州回った時にね、ずっと皆さんに質問を受けるとこの話はしてきたんで、で皆さん意外に思うんだ最初は。だけどね、最後はみんな私に拍手してくれました。だから今日は一応皆さんは私の敵です。敵から入ります。いいですね。私は原発ゼロ社会新エネルギー、これは2012年ね、福島の事故の翌年に書いた本で、こういう本ずっとたくさんのエネルギー問題、私は皆さんに聞きたいんですけど、原発反対運動はいつから自然破壊運動になったのかって聞きたいんです。こう聞かれると皆さんちょっと心当たりあるでしょうね。これまで通りね、原子力発電全廃を求める人たちと共に行動はしない。しかし原発ゼロの先に自然界における電力の普及を求める人、これはね自然を破壊する犯罪者ですから、彼らとは私は一切手を切りません、はい、悪質な自然電力によって日本の自然は壊滅しつつある。なんでこんなことを私が言うかっていうと、
ちょっと前に山口県知事に立候補した男がいるんだけど、覚えてる？飯田哲成って男がいて、この男はあの時何て言ったか、今日の話なんだよ。薩長で同盟を作ろうって言って、あの時飯田哲成は徳川幕府の悪行道具に行った。私はその当時も聞いてもムカムカして腹が立って、だから今日ここ入れるんだよ。この男はね、皆さんをとんでもない方向に今導いてきてるんだよ。だからちょっと言いますね。原発ゼロ自然エネルギー推進連盟っていうのができたのね。この中にいらっしゃる人は多分ね、半数以上はこの連盟に、現地連にね、やっぱり賛同してるはずなんだ、この中の人はね。だけどこの自然電力、自然電力ですよ、自然エネルギーじゃない、電力推進によって生じている自然破壊に対してどのようにこの人は責任を取るのかって私は聞きたいんですよ。現在日本中の各地進行中の景観破壊すさまじいですよ。自分たちの行為に対してこの人たち環境アセスメントしたことはあるんですか？ないですよ、全くない。こういうのがあるんだ、大分県のインド。この間ね、私もずっと九州回ってきた。それでその前もね、こういうの、うん、こういうのね、こういうのみんなあるでしょう、ね、あちこち。こんなね、こんな綺麗なもんじゃないの、実際は。これね、私もこれ後で言うんだけど、佐賀に入って、それから福岡行ってね、福岡の次に大分行ったんですよ、ね、で大分、栗崎半島すごいのね。それから宮崎、南下して宮崎行って、熊本行って、熊本から長崎行って、長崎坂から最後にまた佐賀戻って講演会終わったんですけど、もうね、目にしてきたのこの自然破壊ですよ。それでその前の週もね、京都から三重行ったんです。この裏通りもざっといいとこ、そこもこれはね、メガソーラーね、そっちで自然破壊、こういうんですよ。こんな巨大なんだよ、さっきのあんな可愛くないのね。私はね、要するに私の敵です、この人たち。誰とも手を組みません。たった一人で彼らと戦うこと宣言しますから、今ここでね、こう彼らの安易な論調に乗らないでほしいんだよね。原発ゼロ自然エネルギー推進連盟っていうのは、この特に赤字、この人ね、川合博之さん、川田さん、この人相棒なんだよ、みんなね。ただ問題はこの男なんだ、飯田哲成。この男は環境エネルギー政策研究所を所長して、これみんなを騙してるので、そこに取り込まれたのはこういう人間たちね。これ主にね、CO2 温暖化論の、要するに主張論者ばっかりで、自然エネルギーを来賛する新聞社ね、ソフトバンクの孫まで、で吉原さんとかね、中島さんとこんな人はね、巻き込まれただけです。吉原さんとも話してますけど、この人たちはね、悪意ない、まあね、しょうがないなって言って今一緒にやってるけど、だからね、問題はこの人たちですよ。でこの人たちはね、本当に私は許せないんです今。でね、なんでこんなこと言うか、これね、みんな仕組んだのは飯田哲成なんですよ、さっき言った。それでね、河合弁護士なんてエネルギー問題何も知らないんですよ。私はね、ちょっと言っときますけど、福島の事故の後、この中でいいですか、エネルギー産業と一緒に手を組んでやってきた人は誰もいないんです。市民運動はたった一人いる。私はやってきたんですよ。私はあのエネルギー企業の人たちから壊れてって言ったんです。100回以上講演したんですよ。そのことは皆さんには知らない。私は市民運動とだけやってるように見えるかもしれないけど、そうじゃないんです。私はこの人たちが救世主だ、原発を止める救世主だと思ってでやってきた。だから今皆さん電気足りてるんですよ、あの人たちがいるから。自然エネルギーで足りてるんじゃないんですよ。私はそういう意味で自分の誇りを持っていますけど、自然エネルギー、これね、
こんなこと言えば皆さん分かるでしょ。13年大井原発止まって、2015年仙台原発が再稼働され、丸2年間原発ゼロが達成されたでしょ。なぜ日本人はこれ過不足な電力賄ってきた自然エネルギー、そうじゃないですよ。この2年間ね、特に2014年で見れば分かるけど、発電量の火力が87、水力が9、ね、でこれは石油はこの時ねちょっと多いけれど、これはもう本当に廃物利用です。実際には新エネルギー、自然エネルギーはほとんどゼロですよ。原子力もゼロ。これで大丈夫だと。なんであなたたちに聞くんだけど、なんで自然エネルギーを増やせってあなたたち言うのか、私には理解できない。全ての原発を止められることを実証したじゃないか。なんで自然エネルギーの普及を訴える必要があるんですかって私聞きたいんですよ、皆さんにね。で、この名称は原発ゼロイコール自然エネルギー推進っていうふうに聞こえるでしょ。これ関係ないんですよ。目的の設定が間違ってますよ。原発ゼロでいいんですよ、ここでやめればね。で、例えばね、今我々目の前のところメガソーラーもあるんですよ、鴨川市でね。これついこの間出てましたよ、インターネット皆さんのニュース。東京ディズニーランド3倍の面積、これ自然エネルギーなんですかって私聞きたいの。広大な山林伐採してる、これ世界にも類を見ない、本末転倒なことやってるんですよ。これは自然エネルギーを推進してる人たち、この河合さんの作った映画にね、自然エネルギーを普及しなければ原発ゼロにならないっていうふうに聞こえるでしょ。ご覧になった人いるでしょ、たくさん。おかしいじゃない。なんでこれが格好の餌食になってるんですよ。いいですか。実例出しましょう。私はさっき言ったように11箇所ね、11日かずっと九州ずっと回ってきたの。それは限界原発を止めようというので8箇所ストップ、限界原発再稼働、九州連続公演をして回ったんですね。こんなふうにすごい人たちで、私を75歳と思わずにこうやってこき使うんだ。だけどね、この計画が問題なんですよ。唐津市はね、玄海町に隣接するんで最も近いと、そこの住民が佐賀県知事宛てに2月ですよ、ついこの間公開質問に、玄海原発再稼働容認発表されました、容認を取り消さお考えありませんかって山内知事が何と答えたか。私自身は原発とられない再生可能エネルギー中心とした社会を実現できればこれほど素晴らしいって、これが皆さんの言ってる言葉なんだ。再生可能エネルギーについては現状において安定供給面、コスト面でさまざまな課題が、だから限界原発をゴーサイン出したんですって、こうやって限界原発は動き出したんですよ。いや、動き出してすぐ止まっちゃったんだけどね。止まったんだけど、こうやって動き出したんです。つまりね、再生可能エネルギー普及しようなんて言うから、あなたたちが、だからこれが原発再稼働必要論に悪用されてるんです。この現実を認識してるんですかって私聞きたい。経産省またね、再生可能エネルギー天候に左右されて不安定だって言ってきたのに、今になってこれ使用電源にするって言い出した。これはね、餌なんですよ。今と同じ、要するに再生可能エネルギーをこれ使用電源にしておけばどうせならないからって言うんでやってるんだ。このね、シナリオは飯田哲成が書いたもんなんだよ。彼は何言ったか、これは皆さん覚えてるはずだけど、原発を5年か10年動かしながら自然エネルギー普及しようってきたんですよ。動かしながらだよ。とんでもない。それは自分のエネルギーの利権のためなんですよ。このね、原発にならないっていうなら大事なことはね、
今電力自由化の時代に原発ゼロを目指してエネルギーを供給しているガス業界、石油業界、鉄鋼業界、こういう人たち、つまり新電力、この人たちを我々が敵に回しているんですよ。自然エネルギー、自然エネルギーっていうことはね、そう思いません。だって産業界にとってはなんで俺たちやってるの意味ないのかっていうことも聞こえるじゃない。そうじゃないでしょ。この人たちがいるから今日本の電力が足りてるんでしょ。だから原発ゼロを達成するべき時になんでそんなことを言うのかって私は言うんです。ガスはね一番最高ですよ。それからねもう今皆さんご存じないけど発電効率も 60% まで来てるね。ガスコンバインドサイクルってどんどん広がってるんです。でコストで言うともう一番悪いのは要するに自然エネルギーなんです。で石炭火力も皆さんは敵だと思ってる。何でもないの。クリーン効率っていうのは一番素晴らしいんです今。一番安いの。原発に比べてね、こんなに J パワーのね、石炭火力。で、G7 の先進国で火力に占める比率は圧倒的に石炭が多いんです、これ。ね。だから、これもついこの間ね、先月、特集に出てたけど、ドイツも 37% 石炭火力ですよ、ね、原発は今ドイツ7基運転中ですよ。でその日本のね石炭火力っていうのはこれ磯子ね横浜のこれ素晴らしいですよ。皆さん行ってご覧になれば分かります。煙も出ないぐらい。我々が1970年代に見た石炭火力は悪いの。今のインドと中国と同じで今は素晴らしいんです。世界でトップ煙突から煙も出ない、こういうものを今使ってるんです。そういうことを知らない人で誰がいっぱい電力を使ってるかっていうと産業用と業務用なんです。皆さんじゃないの。一番電気使ってるのは産業界です。だから私何度も言ってるようにまず業務用の冷房を下げなさいっていう。住宅用は関係ないの。住宅用今ここにいるでしょ我々。こんなのね関係ないんですよ。日本の電力需要にとって一番大事な日中のピーク時には家庭にほとんど人がいないから産業と業務用が大半占めるから我々関係ないんです。自然エネルギーと使える技術を峻別してほしいんです私ね。だから小水力は推奨します。自宅や工場の屋根に限る太陽光発電は推奨します。やりなさい。それから非汚染地帯ね、日本は東日本はダメですよ。木材利用はダメですよ。バイオマスはね、もうほとんどの自然エネルギーはダメです。バツこれだけね、もうほとんどの風力地熱も自然界にある太陽光。私ねこれなんで言い出したかっていうと要するに私は今朝鮮の荻窪に住んでるんですけど、荻窪でまっすぐ行くと中央線でねまっすぐ行くと山梨県に入るんですね。で甲府に行きます。甲府もいいとこです。だけどもうちょっと行くともっと良くなる。それは、八ヶ岳山麓があってそこに素晴らしい森林があるんですね。小内沢で、で小内沢を越えると長野県に入る。そこに私は40年来小さいながら、私もともと農業やると思ってたんでそこに小さいながら家と畑を持っている。でそこに今これが入り込んできた。私の家の前は白いそば畑の美しいところだった。ここへね、まあ今ここでやめときますけどあのね要するに去年の夏若い人が我が家来てね、広瀬さん大変だよこの辺もう全部パネル地獄になる、林を切り始めたって言うんだ。これはね許せないですよ私は。それやってるの河合さんたちなんだよ。要するに自然類自然類ってね、自然類っていうのは私が言えば言わせればこういうのを自然類って言ったね。森の水、こういうのが覚えてるよ我々の年はね。知ってるよね。
コトコトコトンコトコトコトバリエーションしてる。こういうのはいいの、これは自然エネルギーの、ね、それからオランダなんか昔のこういう風車、これは私の好きなの、ね、これはレンブラントの絵画ね、いいよね、これはセザンヌと思うでしょ。これレンブラントじゃないの、これ T 広瀬って書いてあるこれも T 広瀬私はね、絵描くのだからね、許せないんだ、こいつらが自然界に入ってくることにね、ここでやめとくここで今日やめとくけど、本当言ってね、許せないんですよ。だから、皆さんもね、少しは反省してください。自然エネルギーなんて勝手に言わないでほしい、ほとんどは自然破壊なんだからね、ということです。で、あと10分しかない、本当言うとね、どこでしょうか、10分しかないんだよね。だけど、まあいいや、一応言うわ、ちょっと要するに、まあここまで言ってきた通りね、朝鮮を開国しろって言って侵略を始めたら、この薩摩長州この2人で開国要求施設を出して、で長州藩伊藤博文ね、薩摩藩川山助則ね、それから長州藩桂太郎曽根荒介ね、それからここに、野木丸介、こういうやつが全部入ってきて、寺内正孝、こういう連中が全部入ってきて、さっき言ったのその侵略を始めた、それは明治維新以来の流れなんですね。だからそれを私がさっき言ったんで、でだから日露戦争やなんかこういうのをね始めたわけでしょ。でこの辺のことはね、まあ皆さんは重々承知してると思うけど、日露戦争ね、これ要するに私は言いたいのは、司馬遼太郎ね、あの名前出てこないんだ、司馬遼太郎、あの連中が悪いんだ。要するにここを結びはね、中国侵略ができるとして、で要するにやられたのは満州なんですよ。日露戦争と日本とロシアが戦ったっていうけど、そうじゃないの、ここが戦場になったの、その戦場になった人の気持ちを全く考えない。その時にね、その日露戦争下中で日本が竹島を島根県所属にしたんでしょう、明治ね、明治政府、そして手に入れた尖閣諸島が竹島、誰の持ち主かって聞きたいね。でこうやって朝鮮侵略を始めた、日露戦争やった、日中戦争やったね、南京大虐殺、無差別爆撃やった、こういうことは知ってるんだけど、皆さんはね、その尖閣諸島がここにあるってことも知ってる。だけどその時に一緒に台湾も侵略したんでしょ、そうでしょね。それで竹島も日露戦争で獲得したんでしょ。これ見てね、これ誰の持ち物だと思う、竹島とか尖閣諸島って。誰が見たってこれ誰のもんでもないですよ、日本のものでもない、朝鮮のものでもない、韓国のものでもない、中国のものでもない、この真ん中にあって人間がいなかったとこなんだから、それをね奪い合うことが間違ってるんですよ、ね、これ戦争で獲得したんだからね。だから尖閣諸島、じゃあ韓国の領土、竹島ね、韓国、尖閣諸島、中国、そうも思わないです、私はこれ見て、誰のもんでもないんですよ、ね、それをなんで今こんなことになってるかって言うと、そんなことは言うまでもない、ガスや石炭とかね、漁業権のために争ってるだけでしょ。だけど中国や韓国がなぜそれに対して文句言うかっていうと、これは要するに戦争の最中にそれを日本が領土化したから、それは困ると言ってるんだけど、日本がそんなことをやらなければ、これはだって台湾は返したでしょ、返せばいいじゃん、なんで竹島は返さないの、尖閣諸島も返さないの、おかしいじゃん、それ言ってるんですよ。だからそうしてこういうふうにして特攻警察なんか動き出してね、でこういうふうになってきたわけです。だから、こうやってね、これやっぱり鉄道のことはねちゃんとはっきり言っといた方がいいんだけど、ここね今点線があるんで、これはね
ここはずっとこれ全部日本が、満鉄に満州、南満州鉄道を復活していく、ここから始まるわけでしょ。でこれはね、よっ、で、こうやって、で、北方事件ね、こうやってね、でどん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 やってったわけです。で、こうやって朝鮮を植民地化した。これを来さん美化してきたのは司馬遼太郎の鷹の上の雲だっていうことをもう一回今言い直しただけです。でね、これをね言い出すと、キリがないんだけど、ちょっとここはね皆さん言っとくね。今韓国の人たちの怒りをちょっと知っといてほしいんで、朝鮮王宮、王宮ね、これ慶北宮とかキョンボックンって言うんだけど、これ今ありますよ。ソウルいらっしゃった方はね。だけどこのキョンボックンに書かれたのは日照記なんですね。これはね、朝鮮王朝ですよこれ。これね。朝鮮総督府が朝鮮王朝のこれここですよ。ここに王宮があって、そこの前に作ったのが朝鮮総督府なんですよ。すごい国だと思わない？日本って隠しちゃったんだから。朝鮮王朝のねこれですよ。これがこれ皆さん見たこと多分ないかもしれない。僕が会ったの、これまだ会った時行ったの、立派です。これ壊しちゃうのかと思ったぐらい、反対しようかと思ったぐらいだ。でもね、朝鮮の人は怒って、それで、取り返し、取り壊しました。一応ね、移動しました。でここの裏にあるここが朝鮮の王朝だ。ここ矢印で私が言って、ひどいと思わない？皇居の前にアメリカ米軍 GHQ 入ってきた。あそこの前なんか作った？作らないよね。アメリカ人だってやってないことをやったんだ。で今のソウル中心部行くとね、ここがですよ、大統領府青瓦台がここにあるんです。今ね、王宮がこれが今ちゃんと振り払われてね。でこれがね、だから要するにここ青瓦台があって、チョンワデがのこれキョンボックンがあってね、ここは光化門広場っていう韓国の一番の最大の観光地なんです。行ってごらんなさい。ここ朝鮮の英雄イ・スンシン将軍の銅像が大きいのありますね。これは韓国の今の誇りに思ってるところでね。おととしソウルで100万人でも起こったパク・クネやめろってね、その時のこのデモ、これだけじゃない。この時何が起こった？これなの。これパククネ弾劾のデモだけじゃなかった。こんな巨大な慰安婦像が登場してたんだ。これがイ・スンシン将軍の銅像ですよ。それよりはるかに大きな巨大な慰安婦像が登場してたんです。このデモが3回、100万人でも3回やったんですよ。韓国の人にろうそくでもすごい人たちだと思いません？その人たちが今ね、この要するにその韓国併合からさっき言った日本の植民地に生まれたのがパク・ションヒだった。今のパク・クネの辞めさせられたパク・クネの親父さんね。だからこれ当時のこれがパク・ションヒですね。大日本帝国の旗の前に立ってるでしょ。これが大統領になった。これの娘、これが辞めさせられた。こういう歴史で、こういう怒りを今韓国の人たちお腹の中持ってるんだよ、胸の中に。それが日本の新聞どこ読んでも書いてない。だからね、私はそういうのずっと見てきて、この人たち一緒にやってきてますから許せないんですよ。今日本で起こっていることは全てこのパク・クネに対して何を韓国民が怒ってるか、それは単なる怒りじゃないんですね。要するにスキャンダルの問題じゃないんです。つまりこの歴史をずっと引きずった怒りが今あるんです。だからこの間の平昌オリンピックがありましたよね。あの時南北合同チームが入ってきました。
韓国の人たちもみんな立ち上がってみんな拍手しましたよ。これで平和は来るかもしれないっていう希望があるから。その時日本の総理大臣いたんですよ、会場に。何してた？安倍晋三は立ち上がらなかった、韓国の人たちみんなね、一斉に南北合同チームだって本当に喜んでいた時立ち上がらなかった。安倍晋三は何してたか、横にいた副大統領アメリカのペンスの顔を見て、あの一番悪いやつ、それとそっくり真似して立ち上がる。それを実は言うと韓国のテレビはみんな映して見てたんです。これが日本の総理大臣かと思って、それが今の日本なんです。それほど今のね、要するに私が言いたいのはテレビ新聞の問題なんですよ。そういう大事なことを伝えてない、翌日の新聞見たってどこにも書いてないんです、大事なことは。韓国人の怒りがね、今そういう中で進行しているのが南北の問題なんだ。だからね、皆さんはそういうことをほとんど知らないで今日本で生きてるんですよ、残念ながらね。それで韓国併合からね、10年後に起こった、これを写真だけちょっと見てもらえます。李鴎長のね、イーギンっていう人、これ、梨本宮、この人は犠牲者になったんだけど、でこの後ね、ずっと朝鮮に到着してね、大義で金券3時間の式のと記念して、その子供9ヶ月からで急死したんですね。いい？よく見といて、この写真、この写真撮ったのは私のおじいさんだ。いいですね。これが梨本宮ね、犠牲になった人、これが要するにこの子が殺されるわけですね。なぜ急死したんですか、それは知ってるんですけど今日は言いませんけど、要するにこういうことをですね、まあ皆さんにお伝えしたいんだけど、例えばね、韓国ドラマを皆さんよく見てください。素晴らしいんだ、韓国ドラマっていうのは。これね、例えばチョ・ジュウォンっていうのは、これね、朝鮮人医師を描いた、これ長編韓国ドラマだけど、この、前半後半で全く違う話になるんですよ。要するに韓国の国内の差別問題も描いて、素晴らしいですよ。だけど後半になると日本がそこに出てくるんだね、うん、悪人が、そういうストーリーです。そういうのがね、韓国ドラマ見てるとみんなそうなんです。それがさっき言ったように、さっきのパンドラのようにみんなね、韓国のトップスターがいる。そこが違うんだ、日本と。日本のトップスター何かやってるかって、何もやってないんだよ。私にはそれと、そう言うとね、怒る俳優さんもいるだろうけれどね、いや私はやってるんだって言うかもしれないけれど、でも違う。例えばね、2010年に、マイウェイ1万2000キロの旅だったっていうのがあってね、それももちろん韓国の人たち、朝鮮ですよ、朝鮮の人たちが南北みんな一緒にで、ずっと戦争に巻き込まれ、もちろん日本の植民地統治時代 で苦しむ。でその人たちがどん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 苦しめられて、不思議なことにね、それ実話がみんな入ってるんですけど、そこに、ナチスやなんかも出てくる、あらゆる戦争を描いて、でその中にね、日本人の悪人の兵士たちがみんな出てくる。その兵士が誰だと演じてたの？市川山本太郎って人。びっくりしました。すごいね、悪役をやってくれて。で、それが2010年だって、この間太郎さんに聞いた2010年だって。それ帰ってきたら福島の事故だったんですよ。偉いね、太郎さんっていうのはね。だから、ジョン・ラーベット。ジョン・ラーベット、ジョン・ラーベット、ラーベット勘違いした。あ、そうか。いやね、タロちゃんってね、そういう人なんですよ。あの人はね、芯があるの。ただやってるんじゃないんですよ、国会で。で、そういう人たちが
まあ私たちの中にいるんで、だから私はやっぱりタロちゃんのような人がね、本当みんな国会議員があれぐらいの本当に本気を持ってやってくれればね、国なんてすぐ変わるんだけど、それ選べないんですよ今ね、ほとんど選べない。今そういうのが今私の悲しいかな、もっとね厳しい現実なんだ。ただね、おやるの？だからもう終わり、はい、あのね、いや、うん、だからね、いろんなこと言いたいんだけど、要するにね、私はもっといい話もしたいのって言って、つまり戦後ね、戦後っていうのは要するに戦後はちゃんとやったじゃないの、みんな日本だってね、つまり日本国憲法っていうのを作ってね、こうやってやってきたんですよ日本ってね。 GHQ の憲法ねのこういうのを見たってね、以前はこんなだったのが今はこういうふうになった、人民がね、こう以前はこうだったのが今はこういうふうになった、男女同権だね、以前は神道だけだった今は全部一緒にやってる、こういうことをずっとやってきてるんですよね。ところが今巨大な軍事費こういうふうになってきてる。でこの一番大事な第9条の憲法、戦争憲法の条項を誰が発案したか、これマッカーサーじゃないんですよ。これはね、戦後の復興なかった、これを憲法はやったね、この人たちが偉いんだ。まずでこれね、この辺全部すっ飛ばすけれど、この辺高野岩三郎も偉かったね、でいろんな悪いやつも出てくるんだけどこういうの全部ねすっ飛ばして、これね、ここ要するに松、要するに福島県の鈴木康郎さんたち、この人たちが偉かったんですよね。それでこの人たちが全部ね、日本国憲法の土台を全部築いたんです。でね、これが全部鈴木康郎という人、つまり今で言うと、南相馬市なんだけどね。で私今度、原町がなんか行く公園頼まれて、この人たちが偉い、ね、鈴木康三、この人たちが全部やった。でね、いろんなことあるんだけど、ちょっと言っておくと、この流れですよ。憲法研究会のね、鈴木康三のこの指導者が、今言ったこの吉野作造ね、この人ね。それで、そこから、安田鈴木、上木恵美とかね、こういうのを知って、それでその源が土佐の中井町の、最初言ったね、それからここへ身につけていって、そして上木恵美こういう人にで接触して、昔素晴らしい人たちがいた、この人ですよ、いい顔してるね上木恵美ね、これこの人たちが憲法制定の全部暗号を作ったわけでしょ、この人たちがいたからですよ。それで、こういうのを作って、こういうね、外国の優れたものをみんな取り入れ、こうやってきたんですよ、ね、日本国憲法っていうの、ね、で日本憲法の土台が築かれたんです。これ一番優れたところです、ね、でそれでまあハーバート・ノーマンとかね、安藤周平とか、さっき言った人たちがみんないて、で、この辺もね、まあいいや、こう、要するに悪いことやったのもちょっと覚えてる、吉田茂とか、これ知らせてよ、NHK が好きなんだ、知らせてよはね、これね、こいつ一番悪いやつでね、こういうのが全部、で、要するに、第9条の戦争法規もマッカーサーだ、嘘なんですよ。師匠の秀原喜十郎が憲法に戦争法規の条項を入れたいと言った、こう国会で上院外交委員会でマッカーサーが述べた証言記録あるんです。マッカーサーって映画もあるんで、これ見たことないでしょ皆さんね。え、見た？見てないよね。あ、見た、
これグレゴリー・ペック主演でね、これ出てくるの知ってるでしょ、マッカーサー訪問して軍国主義を抑えるために新憲法に武器保有の放棄を入れるよう知ってるが提案したというシーンも出てくるの。なんでこれがね、なんでこれが GHQ が作った憲法なのかって、ね、こういうことを全部すっ飛ばして要するに全部嘘なんですよ。こんなことは歴史を調べた人はみんな知ってるんだよ。だから要するに悪いのはね、報道会、テレビ、新聞、 GHQ の押し付け憲法って今でも言ってるんだからね。テレビ、新聞が平気で否定しなさいよってね、こういう現在のこの歴史がどこが GHQ の押し付け憲法なのか、これ全部書いてあります、さっきの本に。だからみんな、私ね、今日あの田中一郎さんがもっとたくさん資料送れてたんだけど、わざと送らなかったのは皆さんにきちっとした流れを読んでほしいので本買いなさいって言ってたいい言うぞ、熱いんで、熱い本を読んで自分で理解しないと意味がないの、私の話聞いたって。ここに事実があるからね。で、その事実から皆さんに考えてほしいので、今日は一つのね、あのさっきの極悪人の8人の総理大臣のリストだけにしておきました。で、だけれど他に大事なこといっぱいある、その本に書いてあるんで、で、それをぜひ皆さんに読んでいきたい。で、あと20分ぐらい、じゃあ失礼をと。はい、はい、どうもありがとうございました。一般の質疑を落としたいと思います。ご質問、はい、あるいはポイント。最後高森の話、はい、ありがとう。ここもしもし、あれです。ビタミンカズカと申します。はい、ですね、あの西郷隆盛とそれからあの木戸幸院や岩倉朋美や伊藤博文やあの大久保利通らと、はい、西郷さん一緒にされては困ると思うので、はい、分かってます。はい、はい、まあ、一つにはですね、あの西郷は維新で何を目指したのかって、あの明治6年の政変以降、あの変えられましたよね、在野したってよく言われますけど、その時に西郷さんを追って庄内藩 あのお殿様や老中がみんな行ったんですよね。で1年半ぐらいそこに住んで、であの西郷遺訓集を作ら、まあ亡くなられてからですけど遺訓集を作られて、今もあの無料で配布されてますし、毎年西郷神社にお参り庄内藩から来られますし、あのやっぱり一人も殺されなかったどころか、お殿様が負けてからあの、頭を下げてたら、あの、今まで通りあなたはあの一生懸命尽くしたんだから今度は明治政府に尽くしてくださいということで、あの上座に上げて、そういうことは、まあ、それでですね、身分制度のことも言われたんですけど、あの身分制度はあの西郷が亡くなってから家族制度をあの作ったんであって、あの身分制度を市民平等にしたのは西郷さんで、得た否認の廃止もしたし、身分制度 あの結婚も廃止したし、通婚も認められた。発端は違う、まあ、それで、あ、そうですね。で、あの中江町民もあの西郷さんが来てたら私を活用してあのできたのにとか、江藤新平の、いや、後で言ってるんで、はい、まあ、後で言いましたけど、死んでからですけど、はい、でつまり先生がおっしゃったその下級武士が全部泥棒したっていうのは西郷さんも言ってるんですね。徳川に申し訳ないって、これでは泥棒だと。だからもう少しあの詳しくあの西郷さんが NHK が間違ってると私思われるところも多数ありますけれども、私があの西郷を研究しようとしたのはやっぱり山縣有朋やその伊藤博文たちが帝国主義に持っていった、で明治天皇はあの利用されてるからということで、西郷さんはワシントンをあの、尊敬してて、アーネスト・サトウの記録にも大君や政府の代わりに国民議会を設立すべきだって記録に残っていますし、あの西郷はあの、立憲主義っていうのですか、話は後でやってみよう、はい、だからその辺をもう少しそこやめようよ、はい、どうでもいいの、悪いやつを知らなきゃいけない、いいやつも
知らなければいけない。知ってる時代だから。悪いけど。質問最後に何か、いや最後について何かおっしゃいますか。あんまり興味ないんだ。ね、というか、少年班なんか行って、それは本間構想とかね、あの人たちとやり取りしたのはよく知ってる。で、西郷さんの方がいろいろ彼らに対して、喧嘩しないでやるってことをやったのは知ってる。だけどそれが何だっていうの。それが何だって。要するにそれで明治政府の政策が変わったのかって。変わってないって。変わってないのに、そんな人間が一人いたからね。それで何か明治政府が優れていたってことに持っていかないでほしい。だから政官論が利用されたと思う。ちょっと卑劣な話です。はい、はい。どうも今日はありがとうございました。誰かの解説を聞いたのが本で読んだのかちょっと記憶ないんですけども、はい、実は明治神宮ですね、キリスト教の普及に関してなんですけども、はい、もうその時代はまあ鎖国じゃないんですから、うん、キリスト教の弾圧なんかもう独自にできませんよね。えキリスト教の弾圧なんて江戸時代のように、ね、まあ、できませんよね。いやいや、はい、まあ陰でやってた話も多少知ってますよね。いやいや、木戸孝光はもう大弾圧ですよ。じゃあちょっと質問にすべきです、はいはい、そのね、でもそれ以前は日本人があまり天皇に崇拝ってなかったという話があって、それでだからそれ天皇制とか神道っていうのは、まあ、キリスト教に対するイデオロギー政策じゃなくて、そういう説を唱えて見えるんですけども、はい、明治政府の芋侍にそのような知恵とかセンスってあったと思いますか。いや、私は明治政府は、明治政府っていうか天皇は利用されただけですよ。だって子供なんだもん。そうでしょ。だからそれを、まあ、天皇国家っていうものを祭り上げた、それが問題なんですよ。そうでしょ、ええ、だからだけどね、それとまあ戦後のことまで言うとね、それがずっとどこまで来たかっていうことについてはね、皆さんもあんまり知らないと思うんだけど、絶対に皆さん知っといてほしいのは、要するに昭和天皇なんですよ。昭和天皇はね、どれほど悪いことをしたかっていうことをね、まあ皆さんが知らないことが私にとっては非常に問題なんです。だからね、こういうあれ、こういうね映像があるんだけど、これね、朝鮮戦争のあれなんだけど、どこ行っちゃったかな。要するに朝鮮戦争っていうのは、要するにアメリカのためにね、利用されてやっただけであってね、まあ私たちがやってきたそのこういう福島のに対するデモと同じなんですけれど、ちょっと今画像がなくなっちゃったんだけど、どっかにあんだな、ちょっとね、これだけは皆さん見といてほしいんだけど、昭和天皇っていうのは私にとってはちょっと許せない存在なんだよ、我々のこの世代ではね。なぜ先般じゃないですか。先般ですよ。ただ単なる先般じゃなくてね、これはね、こういうの、これだけちょっと見といてほしいんだけど、昭和天皇っていうのはね、こういう絵で描かれてる。わかるでしょ、これ。ヒトラー、ムッソリーニ、昭和天皇ね。殺人株式会社3人組って書いてある、これ英語で。ね。これ、こういう人間だったんですよ、これ。で、これ昭和天皇ですよ。乗ってる馬の足から血が滴る男として描かれてた。これ1945年の昭和天皇の画像です、ね、こういう風にして、で2人と死んだよね。ヒットラーも自殺、ムッソリーニもね、逆さづりになってね。で、あと1人だった。 2 down and 1 to go、 あと1匹だって。これがアメリカの、要するに1945年の日本に対する、その日
ね、こうヒトラーの総理にいる人、こういう状況だった、こういう時代状況であったっていうことを日本は全く知らないんですよ、我々国民が。私はね、小学校の頃こいつの顔見れば大嫌いだったのね、あの見るだけで嫌いだった。そういうこと何も知らない小学生ですよ。で、こういうのがあるのね、発酵一遊っていうの、宮崎市に行ってごらんなさい。これ平和大公園なんだよ、平和だよ。ここに何あると思う？この礎石一つずつが日本人がみんな中国や満州やそこでみんな侵略した石を持ってきたものがこれずっとみんな軍隊の名前が入ってんの。ここに行ってごらんなさい。今もあるんだから、平和大公園、平和かよ。こんなもの今もあるんですよ、ね、ここ日本海軍発祥の地、こんな日があってね、これ見てごらん、ここ92年この間よ、こんなのがね、こういうのあって、ここからあの天皇のあれが出ていった、こういうことなんですよ、日本っていうのはね。これがずっと今までずっと続いてきてる、これがね。だけどじゃあ私は皆さんに言いたいんだけど、じゃあ神道って悪いのかって聞きたいの。私神道悪いと思わない。だってこれ道祖神っていうのはお地蔵様でしょ。これお地蔵様嫌いな人いる？いないと思うんだよね。これなんでこういう風になったか、八島の合戦で平の船のこういう与党総するとき、那須野与一が何て言った？南無八幡大菩薩って言ったんだよ。それから皆さん何て言う？頼み事をするとき、神様仏様っていうね、神様と仏様を一緒にすんだ日本はね。こっちだって神様、これ大菩薩って仏教だ。面白いでしょ。日本っていうのはね、江戸時代ずっとこうやってきたんですよ。キリスト教はね、でも侵略者だからって言うんで、あの追い払ったけどね、鎖国したけど。だから本来神道には何も悪いところはないんですよ、もともとはね。キリスト教だけはね、これアジア侵略者だっていうことで追い払った。だから神道も仏教も儒教みんな受け入れたんですよ、江戸時代。これを破ったのが明治維新なんですね。それが神仏、さっき言った分離令、それで天皇制を作ろうということで、無知もいな、もうお前な、新興宗教を作った。それが明治維新なんです。だからね、だから今左翼の人たちはみんな神道を祀る神社嫌いでしょね、教育者だけどね、それ正しいんだろうかって私聞きたい。これね、言ってごらんなさい、このね、三居倉庫、素晴らしいところですよ。これをお米の倉庫なんです。こういうね、締め飾りっていうのはお米なんです、ね、諏訪神社あるでしょ、諏訪神社もお米なんです。お米が何が悪いかって私聞きたいの。そうでしょ、そうでしょ。お米祭るのいいことですよ、私に言わせると。でね、どこ行ったってね、庄内前の歴史を俵担いでみよう。すごいよ、昔の人300キロのお米だ。今ね、今の重量挙げの人よりすごいんだから、これ記録、こんなの担げた女の人がよ。こういうね、つまり聖なるものであったんです。だから伊勢神宮はもう私嫌いだったけど、行ってみるとね、素晴らしいんだね。出雲大社も素晴らしい。だから後が悪いね、こういう侵略戦争をやったおかげで全部がおかしくなった。もともと正しかったものをね、さっき言ったように薩摩の島津斉彬が日本の国旗を作った、そこまでいいの、日の丸まで。それを利用したのが明治政府、そこからおかしくなった。だからみんな反対する、反対するのも正しいの。
教育者がね。だから要するに日の丸君が代嫌いになっちゃう。だけどもともとは違うんですよ。それは私たちは心の中で皆さんに分かっててほしい。本当は違うんだ、ね、そういうことを知らないでこういうことをやったからみんな真っ黒になっちゃう。かわいそうにね、こういうふうに、ね、大空襲ですけど、これあのね、東京新聞で言ったらびっくりしたんだけどね、国会議事堂がタオルで真っ黒に塗られたんだって。あ、要するに空襲受けるからって。ほいで塗っちゃったんだよ。空襲受ける真っ黒にしたんだって国会を。すごい人たちだね。なんと浅岡の人たちでしょ。それで全部燃えちゃったの。今の国会も燃やした方がいいね、あれ。あれはね、みんなで燃やした方がいいと私は思います。はい、え、余計なこといろんなことある。はい、火力発電の人たちの協力があってね、2年間原発ゼロだったっていうのは、そうだった、その認識って足りなかったなとは思いますけど、はい、じゃあ火力発電で永遠でいいんですか。あの二酸化炭素、地球温暖化とかね、それでそれがあるわけだから、それ言わせるの。それはね、それはね、それはね、いやいやいや、じゃあ今言われたから喧嘩売られたかじゃないとかな。あのね、あのね、あの僕が言おうとしてたの、大事なのそこなんだ。これは最後に言おうと思った。まだちょっと時間あるでしょ。ちょっとこれだけ話して、はい、あのね、要するにさっき話せなかったの、これ大事なこと、これ、要するに皆さんもほとんど、要するにあの、なんて言ったらいいかな、取り込まれてる。これこれね、あの毎日新聞ですよ。皆さんのまともな気温 4.8 度ね、海温、海面82センチ上昇、びっくりするようなこの海ね。東京新聞も同じでしょね、朝日新聞も同じでしょね。これ信じるかって聞きたいですね。これはね、オリジナルデータをみんな見てないから、これを記事が書いてる。 0.3 度だよ、オリジナルデータね。こんなのを皆さん、要するに信じてきてるわけね。だこんな幅があるの、なんであんな数字、一番大きい数字だけ出すんだよ新聞が。今は我々の味方の新聞を皆さんに出したんだよ。朝日、毎日、東京新聞、この新聞もみんなダメなの。要するに IPCC っていうのは設立された時ね、初代議長にバート・ボリンっていうやつが就任したんだけど、2020年には海水面が60メートルから120メートル上昇して、ロンドンもニューヨークも水没してるって予測して、それで二酸化炭素温暖化で煽ったの。2022年って東京オリンピック開催の年だから来年、再来年ニューヨークもロンドンも水没してるって言ってたの。この人たちを信じてるのがあなたたちなんだよ。なんでこの人たちを信じるのかって私は昔から言ってるんだけど、誰も聞かないの。だからこういう本をね、ちゃんと書いてる。読みなさいよ、ね、これ全部嘘だって書いてあるんだから、科学的に書いてる。今はね、はっきり言うと寒冷化の予測の方が有力なんです。それはね、英語で言うと Forget Global Warming って言って、もう地球温暖化を忘れなさいっていうことをね、言われてるの、ずっと。こんなの我々心配しなきゃいけないのは、太陽黒点の第25周期ってこれからやってくる寒冷化が心配なんだ。こういうこと、こういうね、世界の平均気温を見ていくと、こういう
状態になってるんだからね。これ地球上の3万地点の気温解析したデータから確認されてるんですよ、ね、明らかにこれ原因は太陽黒点の減少なんだよ。でこれね、これ1600年からよ、ガリレーの時代がこういうグラフは全部あるんですよね。マウンダー極小期って皆さんこれぐらい知ってるだろうと思うんだけど、でこういうふうになって周期性を持ってるのでね、これね、これ最後が大事なの、これこれ1990、これね、これ寒冷期、温暖期、寒冷期ね、こういう最近の温暖期ってこういうふうになって、このままいくと大変なことが起こるだろうって予想されてるんですね。これいよいよ氷河期が到来するだろうって、これが一番心配してることです。私はこれになるとは私は断言してませんよ。だけどこれを見てるとおそらくそうなるだろうと思います。それでね、まあ今年のことだけちょっと言っとく、皆さん寒かったから多分感じるだろうね。こういう氷点下もね、こういうのもうずらっとたくさん山のようにあるんだけどね。それで平昌オリンピックね、史上最も寒いオリンピックになったんだけどね、こういうふうになったんだけど、こういうね、こういうことが起こってるんだけど、なんでこんなことが起こってるんだろうかっていうこと、皆さん考えたことあんまりないでしょう。実を言うとね、2014年をピークに黒点が減少に転じてるんです。黒点っていうのはね、なんでこれね、一番大事なの、黒点が我々の気温、地球の気温を左右するのは黒点なんです。 CO2 じゃないの、 CO2 は全部出たらね、あれあの連中やってるのね、 IPCC だから。逆転が、黒点が減る時期には太陽活動が小さくなって地球は寒冷化するんです。今この中に入ってきてるんです、ね、黒点というのはもう昔ね、要するにこの時代も大寒冷化が起こった時代もあるんですね。要するにマウンダー極小これになったら大変なの。で要するにこういうね、地球の軌道が大事なんですよ。軌道、これあと一つね、これは黒点じゃない、これわかるでしょ、うん、これ要するに地球が、これ地球ですよ、これ地球、こっち来るかね、これ太陽ですよ、距離が離れるか近づくかで気温が変わる、こんなことは誰でもわかるよね。だから今どっちになってるかっていうことが問題、軌道で言うと。この間までね、かなり温暖な位置にあったんですけど、今現在は地球が離れる寒冷化のサイクルに入っている。でこういうことはどこを読んでも誰も言わないの、言わないの。これが今ね、私が内心で心配してる、こういうことを山のように今から実証してあげたいんだけど、これだと夜中になるやめる、ね、でだけどね、この本はまあ、ちょっと頭を使う人は読みなさい、素晴らしいマルクのね、不機嫌な会議、これは素晴らしい本ですよ。要するに気候変動、これ横浜へ来てくれたら、素晴らしい、この人って握手してるでしょ、うん、この人誰、私でしょ、ね、この人は本当の天才なの、デンマークのね。この人がほとんど IPCC の言ってるのは全部嘘だってことを証明しちゃったんだ。からこの人は今地球上で一番嫌われる人、IPCC から殺されるような人、そういう人にならないとダメなの皆さん。いい、私は殺されないけどね、まだ。要するにどういうことかっていうと、銀河系ってなって、これ太陽系って端っこの方にあるんですよ、ね、でこうやって端っこの方にあって、これ太陽、これ黄色いの太陽よ、これ回ってる、で入ったり出たりしてるでしょ、 これが問題だ。これで太陽が明るい渦に入ると地球は宇宙線を受けて寒冷化、寒くなる。外、暗い領域に入ると宇宙線が少ないので地球温暖化、こういうサイクル、こういうふうに
宇宙船ね、こうやって活性化して、で太陽光線が遮られて、それで気温が下がる。CO2 と何の関係もない。でこれが逆になる時、これが逆になるのはどういう時かっていうと、太陽の活動が活発になる、こういうのね、プラズマ、これがこういうふうになると、宇宙船が遮られちゃう。そうすると気温が上がる。こういうサイクルで変わるんです。これが一番大事なスヴェンスマルクの理論、これ全部証明してるの彼。そういうことを、まあここで やめとけ、これ以上はね、なんか飛んでくるって言ってない。じゃあ最後、はい、ということで、はい、今日ご紹介いただいて、これ、この本、はいはい、今7章、あと数ページでもう終わるんだけども、 あと7行、7章まで読んで、最後あと数ページ、はい、これ2016年の12月に八重洲ブックセンターの先生のお話伺った時に、はい、サインいただいたもので、あ、そうちょっと置いてあったんだけど、はい、ちょっと気合を入れて読んでおります。はい、質問っていうのはね、はい、今オスプレイが最近問題になってますけども、はい、あるところで、小さなところでですね、元自衛官の幹部学校の養成する学校があるんです。そこの先生されていた方がちょっとゲストで見えたので、はい、そのオススプレイ その日本がアメリカとの関係でこれ購入したわけなんだけども、その購入 についてのね、そのプロセスというのはどういうお話があって、それを買うことになったのかっていうのはなかなか僕も理解できなくて、でそれを質問したんですが、うまく逃げられちゃったんです。これはどうだこうだって、ね、で私に聞くと、いえ、まあそれはまあどうでもいいんですけども、ね、すみません、これ一気に何百億っていうもので、これの支払いもこれどうなってるのかなって、ちょっと心配しております、はい、そうです、はい、この間なんかすごい音してたね、あれオスプレイだって。まあどうでもいいんだけど、いやオスプレイだけじゃないんですよ、沖縄行ってごらんなさいって、もう全部毎日なんだから、オスプレイだけに興味のある人にはあんまり興味ない。全部悪いんだから、ね、はい、はい、どうもありがとうございました。時間になっちゃいましたので、また広瀬さんには歴史の話してほしいですよね。そうですね、はい、じゃあまたちょっと間を置いて私からまたお願いをしたいと思っております。先生よろしくお願いします。皆さん今日は先生に拍手を、どうもありがとうございました。